対策ができるか注目してみたいと思います。はい、さあ皆様大変お待たせいたしました。本日のマッチ1デトネーションゲーミング VS エースゲーミングブルーサイドデトネーションゲーミングで始まりましたが、まず早速ケストレロバーン、もうエースゲーミング相手にはこれがもう決まりになりそうなのかなってくらいですけれども、エースクリエーション、そしてタサ2人に刺さるこのクリ、ケストレロバーン、そしてグレースオバーンはここまでは、まあ、従来、うん、従来のね、定石のような形になっております。サムエルを取るかというところですが、なるほど。完全にそのクリエーション選手がファーストピックしたいヒーローを消して、さらには奪い取って、相手 のピックっていうのをどんどんやりにくくしようと。これ本来だったらサムエルなどの強力なヒーロー取りたいと思うんですけど、おそらくキャリー潰しをされるのを予測すると、そうですね、ボックス、うん、早いですね、先に確保、いやこれはいい選択になったと思いますね。これ先に確保しとかないとデトネーション後でボックスバウンする予定だったかなと思うので、はいはいはい、そうなるともうレーン上に持ってきやすいキャラクターっていうのは本当に限られてしまうかなというところを先読みしてしっかりボックスと確保してますよね。いやさあ早速ですね、今までやってこなかったデトネーションゲーミング、新たなピックでイドリスを背負ってピックしてきてね、このエースゲーミングに対する対策というものが伺えます。対するエースゲーミングはセレスバンです。セレスバン、サムエルを取ってセレスを取られるのを非常に警戒してますね。そしてジャングル内で有利を取りたい、このサムエルを使って有利を取りたい、これはサムエルをバーンを誘っているような形にも感じますね。まあ、しないとおそらくピックはサムエルになるか、もしくはエースはこのレッドサイド側2手目はキャプテンを先に確保するのが多いので、まあ、サムエルをオープンにするとどうなるかなって感じですけど、さあここはライラーをバーンしてサムエルをオープンにした形、さあエースゲーミングこの2ピック目キャプテンを取るのか、はたまたサムエルを取るのかという重要な選択が狭まれていますが、キャプテンを取った方が選択肢は広がりますけど、相手のジャングラーのタツキ選手はサムエルが得意ということもあるので、まあ、できれば先に確保しといた方がいいかなと僕は思いますね。そうですね、ケストレルセレスがいない中ですね、そのレンジヒーローの中でもね、やはり他に強力なヒーローといえばスカーフぐらいしか残らないという現状ですので、まあ、ここはサムエル強いと思いますね。そうですね、まあ、サムエル取るとなるとスカーフ、今山野辺さんおっしゃったスカーフか、もっとレートに寄せて若干中盤きつくなるけどスカイなどがジャングルでは上げられるかなと、ね、もしくはメレーで特化させて相手のダブルレンジに対応するというようなこともできますが、さあデトネーションゲーミングここでピックを確定させるわけですが、まあ、レンジならスカーフスカイあたりが出てくるかなと思いますが、タカですね、さっき見せたかですけど相手のキャリー陣が決まっているので、特にカウンターでペタルなど捉えることはない。これはまあ最終ピックという同じ意味合いにも取れるタカですからね。このタカでまあサムエルをしっかりと中盤以降圧力をかけてプレッシャーをかけて好き勝手やらせず、そして終盤の集団戦ではしっかりアサシンの能力を発揮するというのがデトネーションの狙いになりますね。さあそして攻めにアーダンを選んできたというような形になります。相手から奪い取ったとも取れると思います。ライラーをバーンして回復ができない、まあ、範囲回復ができるキャラがいない、そしてアーダンというガントレットで囲って相手を、味方を逃がしたりとか、バンガードでバリアを張るという非常に強力なキャプテンがいない状況を作って、エースとしてはランスで相手飛び込んでくるのを弾き飛ばすかどうするかって感じですかね。あとはキャサリン、そうですね、仲間を守るという面であればキャサリン、ランスなんかが挙げられてきますが、エースゲーミング、おっとボーナスタイムが止まっているか、ちょっとサイト上の何か問題があるかもしれないですね。ボーナスタイムが、そうですね、19秒から止まってしまっている状況です、ね、はい、まあ、状況が分かり次第改めて報告させていただきますので、申し訳ございません、はい、もう少々お待ちくださいということですが、そうですね、まあ、エーススコッサはだいぶランスがかなりうまいという印象を2週間前にね感じましたから、そうですね、ランスでも全然問題なさそうですけどね。あとスプリングシーズンやっぱりランスで活躍するシーンが多かったので、まあ、ランスの方が僕はいいかなと思いますね。キャサリン確かにサイレンス非常に強力ですけど、今回タカイドリスが2枚同時に飛び込んできて、しかもそこにアーダンの補助も入るので、張り付かれるサムエルとボックスとしては相当きつくなると思うので、両ヒーローともまあスキルをダッチする手段もありますからね。キャサリンだと一人はスタンで止められるんですけど、もう一人を止めることがちょっとできないので、しかもダッチスキル、特にタカは回転があるので、スタン容赦なき追跡のタイミングで回転をされると、もうスタンもなくなり、もう止めるスキル何もなくなってしまうので、まあ、ランスの方が守りやすいかなとは思います。そしてサムエルやボックス味方に、被さるような立ち位置を取って、飛んできた X 列なんで飛んできた瞬間ガイシアで弾いて守ると、そして距離を取るっていうのが一番いいかなと思うので、
あとは、ちょっと難しいですけど、アダージオとかですかね。単体回復と、あとはレーン上の強みを活かして、まあ、イドリスにまずレーン上で圧力をかける。うん、そして飛び込んでくるところに、まあ、自分に A スキルを打って相手に強スローをかけている間に逃げてもらうとか。まあ、かなり難しいプレイにはなると思いますけど。まあ、確かに、沢木の歌で相手を下がらせるということもできますから、まあ、悪くない選択ではありますよね。まあ、無難なのはランスだと思いますね。確実にやりやすいのはランスだと思います。ブリンク、まあ、ウルトが、回転をするスキルで移動もしやすくて、立ち位置も取りやすく、そして外車の壁でスタンで守れる、一つで守ることもできる、逆に攻めることもできる。非常に、やっぱり、スキルがね、一つと外車のスキルが本当に強力なので、やっぱりランスは弱体化をどれだけ食らっても、ずっと最前線で使われ続けてるっていう、まあ、それだけ強いキャラクターではあるので、まあ、今回の構成にも、ランスは非常に合うかなと。は思いますが、ランスあんまりタッグ強化してないチームもちょくちょくいるので、うん、そうですね。そうなってくると、まあ、最近の評価点の高さで言うとやっぱキャサリンがかなり評価上がってるかなっていう印象ありますね。あ、やはりスタンの当てやすさというものが違いますからね。一つは読まれてしまうと、まあ、避けれるスキルではあるので、かなりテクニックが求められるヒーローではありますよね。両者の追跡はまあ対象指定スタンなので、まあ、近づけば確実にスタンが入るっていうのが、一番の強みですね。なので、まあ、使いやすいというところと、あとやっぱりサイレンスウルトですよね。ブラストトレーマー決まった瞬間集団戦勝ったと言っても過言ではないくらい強力なスキルなので、まあ、3秒弱ねサイレンスがかかる、アイテムが使えない、スキルが使えないとなると何もできなくなってしまうので、特にタカとかイドリスっていうのは、まあ、特にタカですかね。うん、スキル重要ですね、タカは。スキルでダメージを出す、そして角を使って逃げるというスキルが大事なキャラクターなので、まあ、サイレンスは当たればもう刺さるは刺さるというところで、まあ、キャサリン・ランスが無難かなとは思いますね。まあ、ちょっと復帰し次第。そうですね、復帰してエースゲーミングが最後にどのキャプテンをピックするのかというところもね、楽しみ見ていければと思っております。はい、さあ、まあ、デトネーションゲーミングね、その集団戦に関してはかなり面白いピックになったなと思うんですけど、やはり懸念する点といえばサムエルがいる中のその中盤の上での戦いですよね。まあ、序盤のレーニングっていうところはそんなにきつくはないと思うんですけど、やっぱりレベル6前後のタレット前、まあ、サムエルが最も強い、まあ、力発揮しやすい時間帯っていうのをタカとイドリスで守るとなると、ミニオンを除去して守るっていうのはちょっとできないと思うので、うん、ちょっとプッシュ力がボックスサムエルに対してちょっと圧倒的に足りないという現状ですから、はい、そういったところでね、どうやってファーストタレットを守っていくのかというところはどう考えてるんでしょうね。まあ、押させてしまって相手が前かがみになったところにクロスカウンターのような形で X 列とか、あとはイドリスのエースキルからとかウルトからとかチックかけるっていうのしかちょっと難しいかなと思いますね。対等にミニオンをプッシュし合って、タレットを守るっていうのは相当難しいと思うので、まあ、もしくは相手より先にタカが寄ってきて先にミニオンをプッシュするっていうのが一つ、まあ、方法ではあるかなと思うんですけど、どちらにせよきついことには変わりないと思うので、まあ、デトネーションの一番大事な動きはやっぱそこですね。レベル6ファーストタレット前でどれだけ耐える時間を長く、保つことができるか、一歩目タレットおられないかっていうところを注目してみたいかなと思いますね。まあ、他の構成以上に押されてしまうとちょっとパフォーマンスが発揮できないヒーローなので、イドリスとタカは。そうですね。なので本当にこのファーストタレット折れるか折れないかっていうのはすごい重要だと思うんですよね。そうですね。なのでどれだけタレットを守るか、そしてタカなので、ジャングルに圧力をかけていきたいですよね。サムエルに上に上がられるのは、まあ、ある程度しょうがないとして、まあ、サムエルに上上がられてる間にジャングルを取るなり、もしくはサムエルが下でジャングルをまだファームしている間に襲いかかってミニオンを奪ったり、まあ、相手にもうホームに変えるくらいの大きな大ダメージを与えたりというような圧力をある程度かけられないと、ちょっとサムエルに好き放題やられてしまうっていう形が、まあ、やすやすと想像されてしまうので、タスキ選手のタカがどれだけ序盤から圧力を作り出して、そして育ったタカとイドリスが暴れるっていう展開が一番いいのかなと思うので、まあ、どれだけ圧力かけられるかっていうのが注目ですかね。いや、今まで本当にこのエースゲーミングこのファーストタレット取るのがすごくうまくて、まあ、どのチームに対しても本当に、まあ、勝てる構成であれば必ずその10分以内にはファーストタレット追ってくるようなチームですので、それに対して選んできたのがその集団戦でぶつかれば勝てる構成ということになってますから、このファーストタレットをね、まあ、集団戦を強制的に起こして守りきるという選択を選んだわけですが、それがねちゃんと機能しないと、まあ、今まで以上にねボロボロにやられてしまう可能性もあります。まあ、そうですね。エースは本当にタレット前がうまいのでバリエーションが多いですよね。うん、タレットダイブをしてキルを取って折るっていうパターンもあれば、
タレットダイブはしないけど遠距離からただただスキルを当ててひたすらに遠距離からダメージを与えて気づけばタレットが折れてるってパターンもあるし、様々パターンを持っているので、もちろん構成的には集団戦を起こせばある程度有利な戦いというのはできるとは思うので、まあ、当たりに行くことが前提にはなるかなと思うんですけど、タサ選手のサムエルのその前に悪意されたの当てに出るタイミングと相手が飛び込んできそうだなっていうのを察知して下がるタイミングっていうのが非常に上手いので、こう X 列の対象に入るか入らないかギリギリとか、まあ触れたとしてもタカだけが前に飛び出してしまうような形とかになりかねないと思うので、まあ無理をせずどれだけ攻められるかってところが重要にはなってきますかね。はい、ということで大変お待たせしました。再開したんですが、さあこの画面でもうランスをねピックしたということになっております。まあやはりランスでしたね。やはりランスだと思いますよ。一番無難ですし、スコッサ選手のそのうまさも考えるとこのランスが相当手強い相手になるんじゃないかなと僕は思いますね。かなり熟練度が高いというのはね、見ている皆さんもお分かりの通りですからね。スプリングの時から本当に僕はランスのイメージは強いですし、サマーになってあんまり使うことは減りましたけど、それでもなお時々ねランスピックしてくると非常にいいパフォーマンスを出してくるので、彼のランスがしっかりサムエルボックスを守る動きができれば、もうエースとしてはあとはタサ選手、クリエーション選手が遠距離からやりたい放題できると思うので、エース側としてはその守るスコッサーがしっかりと仕事をできるかどうかっていうのが注目ですかね。そしてデトネーション側としてはやはり攻めるタツキとビビロイヤルの2人がどれだけ力を発揮できるかっていうところはかなり重要になってくると思いますね。まあなかなかね、そのキャプテンがアダンなので、まあ、キャプテンから仕掛けるようなね攻め方っていうのがガントレットぐらいでかなり難しい構成ではあるんですが、やっぱりうまくね視界などをチェックしてタツキ27が急にね奇襲を仕掛けられる環境が作れればすごいいい当たりにもなるかもしれませんね。目の前から当たるのは結構難しいと思うので、そうですね、こうタツキ選手だけ下とか上とかに隠れていて、そこにガントレットから入りに行って相手を混乱させたところに横からタツキが飛んでくるとか、後ろから裏からタツキがやってくるみたいな形っていうのはかなりいい形かなと思うので、まあ、デトネーションとしてはまあ1本目のタレットはちょっと隠れる場所が少ないので面と向かうしかないかなと思いますけど、そこから先の集団戦に関してはちょっと工夫がいるかなと思いますね。3対3でお見合いしているとやっぱりサムエルの悪意裁断が非常に厄介なので、そしてフロストバンドを積まれるとスローで前に出れなくなってしまうので、うまくそれをかいくぐりかいくぐり、タサ選手のサムエルに手が届くかどうかっていうのは大事になってくると思いますね。かなりね、まあ、悩みに悩んだ結果のこういった構成になると思うので、まあ、戦略の面でねどういった工夫をやってくるのか楽しみに見ていきましょう。お待たせいたしました、本日のマッチはデトネーションゲーミング VS エースゲーミングです。いきましょう、試合スタートです。ブルーサイドがデトネーションゲーミングとなっております。はい、まあ、デトネーションとして、勝率予想。47%vs53%。かなり接戦のような形になっております。やはりデトネーションの勝利を期待している人がそれだけ多いってことだと思いますけれども。47% の期待に応えたいところではありますね。まあ、エースはもちろん入ってきますね。ランス、サムエル、非常にレベル1が強力なキャプテンジャングルのコンビなので、ガンガン入りに行って、コントレント取ると。タカはレベル1が非常に弱いヒーロー。さあ、一つはうまく避けていく。バンガードでスティールしている。おっと、これはでかい。さあ、ここはしっかりトレントを奪っていきます。エルダートレントはスティールがかなり難しそうではありますが、さあスコッサはここは睨みを利かせている。ただしかしまだエルダートレント触っていない。タスキニシナと合流できそうではありますが、エルダー触るのが遅れたのでこれはちょっとエースもスティールチャンスが湧いているような形。さあタスキニシナも殴っている。さあ後ろから攻撃をしていくがうまく回り込んでいる。回転で取れない。さあ取ったのはこれはエースタサ。さあ結果的には取れませんでしたが誰もデスにはならず、となると逆に圧力をかけにいきますね。さあエースゲーミングが何かしらねアドバンテージをさらにつけていきたいところですからね。そしてここからまあタサ選手はゆっくりジャングルを借りに行っていいという状況なので、まあ、通常のレーニングジャングリングに戻る形ですけど、まあ、なんとか1匹はクイ選手が食い止めた形なので、デトネーションとしては最低限の損害で済ませたかなと、ね、そうですね、まあ、かなりレベル1はきつい構成で、まあ、エルダートレントと、まあ、ショップ横のミニオンだけで済んだのはでかいですかね。本当に最低限だと思うんで、もうあれはしょうがないと割り切るべきだと思いますね。むしろここから先の動きの方が大事になってくるので、うん、まあ、まずはこれですね。このタカはちょっとまだファームが必要なので、まずはタカの介護よりかはレーン上をしっかりとファームさせてあげること、安定させることが大事になってくると。そうですね、ビビロイヤル
こういった公式戦では初のイドリスになりますかね。イドリスは大会公式戦ではあまり見せてないような気がしますね。ですよね。彼は、あまりメレーが得意な印象というのは薄いので、まあ、このイドリスがどれだけ、パフォーマンスを発揮できるかっていうのはかなり期待をしたいですかね。今までもブラックフェザーしか、使用していないと思いますのでね。そうですね。このイドリスがどれだけの熟練度を誇っているかというところにも期待していきたい。さあ、エウダートレントをしっかり管理して、また悠々と取っています。決定してランスがずっと下やトライブッシュを見ているので、まあ、タカとしても触られているのは分かっていたとしても、あそこはちょっといけないですね。もうこれはしょうがないと思います。タカに対してかなりファームの阻害というものをしていましたからね。ずっとこのデトネーションゲーミングサイドの、トライブッシュや、あと真ん中のトレントのミニオンのところにずっと立っているのがミニマップ上に映っていたので、あれをされるとタカは相当きついですし、まあ、トレント取るのが本当にもう最低限になってしまうので、まあ、今は我慢しかないですかね。なかなか相手の攻めるタイミングというのもうまくずらされている形。上がってくるのが早いですね今回。さあ一つはもらってしまったが、ここは B クイズなので大きなダメージはならない。しかしタカも闇の恐竜を抱え込んでいる。ユビロイヤルにいいダメージを与えている。半分減りましたね。さあタツキは相手のジャングルの方に向かっているが、エルダートレントはどうしたのか。さすがに人数差があるので、これは取れたとしても生き残れる自信がなさそうですね。ただショップ横を取って奥に入りに行ってますね。さあこの枠タイミングが合えばいいんですが、おっとさあ、おっと傘に出会ってしまったが、さあクリエーションここで合流する形。ミニオンスティールに行きましたかね真ん中。しかし1匹が取れた。取れたので、しかしクリエーションが囲っている。核は間に合うか。核を使っている。しかしパルスでバレたかこれは。いやしかしうまく逃げ切れている。これは結果的には上のトレントを勝って、そしてショップ横も勝ったので、若干ミニオン的には美味しいですね。かなり細い道ではありましたが、しっかりとリードを作ることに成功ですね。さらにはクリエーション選手をジャングルに引っ張ることもできたので、若干ですけどレーン上のラストヒットや、そして経験値という面でも有利が取れてるかなと。しっかり取れていますねビビロイヤル。かなりラストヒット綺麗に取れているので、まあ、ラストヒットの差もしっかりとできているという状況になってますね。かなり序盤の動きがうまいエースゲーミングに対して、ビビたる量ではありますがお金のリードが取れていますデトネーションゲーミング。またここからですね、どれだけ攻めていけるかだと思いますが、まずはタツキ選手レベル6がもう少しだと思うので、そこのタイミングですね。タカのレベル6非常に強力なので、強いタイミングで何かしら作っていきたいですよね。クラウンができた。クラウンはできましたが、ここは一旦下がる。さあこれシュラウドステップからチャクラムのダメージ、いいダメージが入っています。さあこれタカがステルセット飛び込んでいく。狙いはスコッサ、バンガード回って一気に大ダメージです。さあここで、しかし3人スリーマン会社、これによってなんとか生き残るスコッサ。3人3入ってしまいましたね。これはさすがにちょっとキルは難しいよね。いやビビロイヤルの合わせも良かったんですが、さあここはカウンターになります。タサのターンといった形でしょうか。恐竜から一気にダメージを与えていくが、ここはうまく分散して下がる。やっぱりイドリスのサローブレードができたタイミングが非常に強力ですね。火力が高い。ここ厳しいですね。厳しい時間帯ですが、ここは相手をうまく下がらせてタレットに大きな被害を与えない。キャプテンがいないとなかなか強気には出れないので、構成的にもタカがレベル6になって戻ってくるとかなりきついというところもあり、無理はできないですねエースとしても。でここはゆっくりゆっくりプッシュをして、触れそうだったらタレットや、このビビロイヤルにダメージを与える。さあ漂流マウントから一気に大ダメージを与えていく。ビビロイヤルシャストステップで前に出ますが、かなり苦しい。しかし再生の泉のタイミングが的確。ギリギリ、ここはお互い落ちずに済んだ。しかしタレットに対しては大きなダメージをもらってしまっている。さあ月西田の合流はいつになるか。さあここ確率が地雷でバレている。会社の壁 XS で防がれてしまう。 XS を防がれてしまう。ダメージが高い。そしてさあそうなったら手痛いカウンターもらってしまう。さあかなり壊滅状態になっているデトネーションゲームだが、シュラウンドステップのバリアで少しでもダメージを与えていく。さあここで角から飛び込んでいく。一つはうまく避けますが、タサの狙いはタツキ。さあクイと祭壇でここはファーストブラッドを生んでいくのはエースゲーミング。やはり厳しいこの時間帯。うまく引かれてしまいましたね。それによってタツキ選手合流したがいいものの、飛び込むスペースがなかった。さらには飛び込みたいタイミングですでにもう上の2人がだいぶ削られていたので、ちょっと集団戦をするのも難しいような状況でしたね。物資の地雷でかかったですね。 X レース完全に防がれましたからね。しかも物資に入っていたので、
見えた瞬間に、外車をしてもうスタンが入れられる状況でしたよね。あれをされるとタカとしてはもうどうしようもないので、もう回転は逃げに使うしかないし、角を使って、まあ、角インしてしまっていたので角もないとなるとちょっとどうしようもなかったですね。さあファーストタレットは折られてしまいました。ここはインフュージョンを飲んで、押されてしまったリードを取り返したいところですが、当然 S ゲーミングもここはインフュージョン飲んできますよね。見えていればもちろん飲み返す。さあティヒロヤに対して大きなダメージ、クリエーションダメージが大きい。さあ XS がイン入っている。さあここでガントレット、さあフォーカスはクリエーションだが、ビビロやるしマストライクでなんとか下がる。さあかなり上ヘルスになっているが、先に落としている。クリエーション落とすことに成功。しかしビビクルダやられてしまっているが、助けにしたらまだまだ元気な状態。さあここは致命傷で落とすことに成功。残ったエース少し差はなんとか耐えきれそうではありますが、結果的には2-1交換でデトネーションゲーミングの勝利という形。バスタレット折り返せるか。アンチフェーズが入った時はちょっと負け戦かなと思いましたが、いや、シマストライクによってガントレットの外で、まあ、落とされずに済んだのでかかったですね。シマストライクナイスタイミングでしたね。 HP 本当にギリギリのタイミングでシマストライク打ったことによってなんとか生き残ることができたので、逆にダメージ勝ちができましたね。さあここはうまく折り返して、押されてしまったものを全てチャラにする素晴らしいプレイになりました、デトネーションゲーミング。そしてタツキ選手もアフターショックが完成。これで火力はまた跳ね上がる状況ですし、ビビロイヤルにもポイズンナイフ、どん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 火力は増していくので、まだまだちょっとわかんないですね。1本目は早めに折られはしたんですけど、そうですね、折り返すのが早かったので、これはサムネの強い時間帯をしのいだという結論になってもいいんですかね。しのいだと言ってもいいと思います、まあ、完璧にしのぎ切ったとはちょっと言えないんですけど、さあ確認から XS、 さあ回転は届いている。さあかなりクリエーションに対して大きなダメージ。さあアンチフェーズをこれはクルシブルしている。さあここでシマストライク、さあ決めています。ここはまたしても1キル、泉が入ってるかギリギリ引き残ってる、泉が入りましたが生き残っているビビロイヤル。さあさらにスコッサー X 列に倒して外周の壁決めますが、ここはバンガードで、さあタサはなんとかブーツを使って下がりますが、うまく押し切れているのはデトネーションゲーミング。さあまたしてもこれは、いや 2-0 ですね。今回は 2-0 になったので金鉱山やれそうですね。行きますね。クリエーション湧きましたが、ちょっとこの2人で金鉱山見に行くとカウンターが怖いので、そしてガントレット使ってないので、それもあるので、これはエースは見るしかない、待つしかないですね。さあ大量のゴールドボーナスを獲得したのはデトネーションゲーミング。あのエースゲーミングに対してうまくリードを取っています。まあ、今この構成的にやらないといけないことっていうのが完璧にできた集団戦2回でしたね。無理やりにでも当たりに行って、無理やりにでも集団戦のフェーズに持ち込んで、タカとイドリスのバースト強みっていうのを生かすってことが、しっかりとできた集団戦だったので、まあ、勝つことができたと。対して、やはり飛び込まれた瞬間に、もう大きなダメージを食らっているクリエーションもしくはタサとしては、まあ、引くしかないので、かなりきつい集団戦には見えますね、そしては。やはり視界という面がかなり重要ですよね。タカを早めに見たいですよね。タツキにイニシエートを成功された時点でなかなか苦しい戦いを強いられてしまうので、ここはスコッサの、視界コントロールというものが求められてきます。飛び込まれる前に本来であれば見ておきたいですね。で飛んでくるところにもうすでにスキルを当てておいたりとか殴ることができれば、まあ、ダメージ的にもしっかりと返すことができるので、やっぱりタカは見えないところが飛び込まれると先に大きなダメージを食らってで集団戦を行わなければいけないというのがかなりきついので、そうなんですよね。まあ本来はすごい柔らかいヒーローなので、タカは先に殴られてしまうとちょっとかなりね力を発揮しづらいヒーローですので、そういったところを狙っていきたいですね。タカが先に、まあ、触るのが先か、その前にタカを触ることができるかっていうのはかなり大事になってくると思うので、まあ、エースとしては今もう大量に地雷撒いてますけど、スコッサ選手がこうしてもう過剰なくらい地雷を置いてタカの、まあ、足取りっていうのをしっかりと確認しないとちょっときついですかね。ここはしっかりと警戒することが必要だと分かっていますね、スコッサも。ただ、イドリスはこれでもうフルビルドですね。さあ、ここから X インがあるか。しかし、プレアは叩かれている。外車の壁で防がれてしまう。で、この下の地雷、上の地雷によってた月の高はなかなかに視界をしっかり取られてますから、そうですね。まずこうして視界を破壊して。さあ、確認だが、ここは怖いですね。地雷のリスクというものはあります。さあここからなかなか仕掛けづらい時間帯になってきましたね。そして引かれてしまうので、なかなか簡単には仕掛けることが難しいですが、一つ相手のミスや油断をつくだけでもしっかりと大きなダメージを与えて集団で勝つことができると思うので、本当に小さなミスも見逃さないくらいしっかりと相手を見て仕掛けたい。そうですね、これ壁の裏とかですね、イドリス、壁抜けから一気に奇襲なんかもねできますからね。
力こう相手に悟られないような動きというのが大事なので、まあ、この銀行山は非常にいい動きだと思いますが、そうですね、取れるところでしっかりリードを取っていく。 XSS ティール、さらにターサに飛び込んでいくが、ここはスコッサもいる。差し取ったもらってしまいますが、さあ漂流から一気にリュークーズを狙っていくか。ここはブーツで下がる。ガイシアはタツキ選手入んなくてよかったですね。入っていたらちょっと危ないシーンだったかなと。そうですね、危なかったんですが、ここはうまくデトネーションゲーミングが被害を最小限に抑えます。現在12分ですが、お金差は 3K をリード取れているのはデトネーションゲーミング。あ、ただエース側もだいぶダメージが増してきているので、あんまりにも時間をかけすぎた集団戦の形になると、かなりこの2人に活躍をされてしまうような形になりますから、早め早めにどちらか片方を落とすということを心がけたい。さあ XS インからアタクソン健康入っています。かなりのダメージ。さあシラウドステップでチャクラも打っていきますが、ここは全力で下がる。再生のいじめを吐かせることに成功。そしてこちらはほとんどダメージ食らってないですね。さあこれはリベンジ戦、まさに忘却関係ない、なんというバーストだ。このダメージは大きい。さあ少しさ一つを外したタイミング、かなりのダメージもあって、さあさらに2キル、タツキン車さらにダイブ。さあ回転は届くか、届かない、あっと届かない、回転は届かなかった。さあここは回転でタレットを避けてセカンドタレットに合流。さあこれによってセカンドタレットストームクラブもありますので非常に速い。やはりリードしている時のタカのバーストは目を見張るものがある。タクラムと同時に XS が飛び込んだダメージが入ったので、まずここ一つ目 X アトラスイン回転いい、再生クルーシブが吐かせましたからね。そうですね、もう持ってるスコッサとしても落とされると思ったでしょうね。持ってる全てを吐きましたね。そしてここチャクラムの往復と同時にタカの X、 シマストライクも入ってますね。そしてシマストライクのバーストで一瞬でサムエルが溶け切りましたね。いやー素晴らしい連携をこれは磨いてきています、デトネーションゲーミング。これができるのがやはりイドリスタカのバースト構成だと思うので、まあ、今は非常にその、この2体を取っている、いい点が出ましたね。あとはこれを押し付けて、序盤のうち押し切って勝利をしないとちょっときつい構成なので、ここからがむしろ大事ですね。さあ、ここまでは構成通りの結果をうまく出している、2週間の研究の成果が出たと言えるでしょう。さあ、問題はこのエースゲーミングの底力に対して、デトネーションゲーミング最後まで勝ち切れるかどうか。まあ、試合をエンドさせないとちょっとここから先、そうですね。まあ、サムエルはまだまだダメージが伸びるし、クリエーションもまだ、ボーグに先に走っていて、2手目で止まっているので、このボックス3手目で切ると、また火力が跳ね上がるので、さらに、中量のゴールドボーナスを獲得していきます。デトネーションゲーミング。ビビロイヤルは4武器に行きますね。ダメージが。イドリスで4武器ですか。まあ、イドリスここで3武器で止めると、ダメージがかなり止まってしまって、ここからどんどんダメージが減少していくので、それを嫌がりましたね。3武器ではなく4武器、ね、求められている構成の役割というものをしっかり理解していますよね。まあ、バーストでもアサシンのような動きをしないと勝てないというのが分かってますよね。なのでさあ隙を塗ってクリスタセントで倒していく。一つをもらっているビビクイズですが、さあカウンターも狙える。さあしかし恐竜の姿を見せたが、このバーストガントレットはずらしているが、いやーとんでもないバーストだ。さらにエコーガントレット2発目はうまくクリエーション下がりますが、どうだ下がりきれるか。いやさあ3人で息を襲われている。外車の壁も使いますが、ここで再生の泉まで入っていく。これはクリエーションでもこれはどうしようもないか。アトラスが入っていてはもうどうしようもなかったですね。いや、すーさまじい。これはすざまじい攻め。デトネーションゲーミング常に攻め続けているので、エースゲーミング的には相当苦しい、ま、さらにスコッサに対して大きなダメージ。これがデトネーションゲーミングの圧力。さあ先ほどの集団戦もう一度見ていきましょう。かなり強引なんですけど、届いているので結果、倒せているので結果 OK ですね。これも X して、ここもエースキル通常ずらされましたがしっかり落としきっている。さあセカンドガントレットしっかり防ぎましたが、まあその後はもうアトラスがかかっているので、もうどうしようもないですね。あれだけ張り付かれてしまっては。そしてビビロイヤルは一気に4武器完成。いやーバースト構成が冴えます。これはいや相当ビルドが進んでますね。やはり 8K 差はでかいですね。タツキももうミスまでブロックミスまで完成しているので、ちょっとエースは耐える時間が長くなりそうですね。まだまだ耐えないと真正面からの当たり合いというのはちょっとできないと思うので、まあ、この強力な武器に対してしっかり耐えれる防具が揃っていかないとちょっとカウンター狙えないですよね。まずはバーストに耐えれる状態を作っておかないと。ある程度のバーストを耐える、もしくはランスが止めてダメージを返さないといけないので、
まあ、負けてるチームは武器を先に積んだ方がいいっていうのは、まあ、モバのゲームジャンルで本当どれでも一緒だと思いますし、これもあのベングルにも一緒だと思うので、武器を積むのはいいと思うんですが、となるとプレイングで飛び込んでくる2枚をしっかりと剥がして逃げてダメージを出さないといけないので、立ち位置そして、ランスの味方を守る動きはかなり大事になりますね。さあ現在17分、クラーケンも湧いているタイミング。お金さん間もなく10K差、あのエースゲームに対して10K差をつけることに成功している。さあ今度は得意の遠距離生かしていきたいが、さあタスキニシナ一人で前に出ている、かなりダメージもらっている。ガイシアは回転でダッチをしましたが、それでもやはりここはうまく引かれてしまっています。こうなった時はきついですね。やはり一人では厳しいですよね。 HP がもう減っている状況なので、ちょっと一回引くしかないです。さあようやくターサが戦えるような形だが、さあフレアでバレてしまった。エクセザー打てない。さあしかし狙いはクリエーションだが、ガントレットうまく下がる。さあ忘却はしっかり、誰にも当たっていない状況ですが、さあ確認から全力で下がりたい。さらにエコーガントレット、2人ともしっかり防いでいるが、少しさだけでも落とす。さあここは再生のリズムを使って落とせるか。いやどうだ、クリスタルセントリーもいる、うまく後ろでターサがフォローしている。素晴らしいプレイングだが、さあタスキは落ちましたが、それでも最後はビビロイヤル、しっかりフォローして3-1のエースを獲得していくのはデトネーションゲーミング。しっかりタツキ選手に目がいっている間にイドイツがダメージを出し切れたので、エースまでいけましたね。これは大きいですし、いやこれ4武器が効いてると言ってもいいでしょうかね。いや効いてますね、4武器のバースト、そしてエンドイッチまでこれもいけるので、1本目は取れましたね。いやエンドイッチいきますかこれ。しっかり両方同時、ほぼ同時に折れればエンドイッチいけると思うので、確かに時間的には可能ではあります。さあここで折って、さ先に少し湧きますが、やはりビビロイヤル早い、折るのが。ここはシマストライクもあります。シュラウドステップ、アトラスも割ってしまっているが、それでも十分か。さあ最後にフィニッシュ、シマストライクも使っている。いやビビロイヤル苦しいが、最後はなんとか折ることに成功ということで、まさかのクラーケンを使わずしてエースゲーミングに対して見事に一勝勝ち取りました。デトネーションゲーミング18分過ぎ、かなり早いタイミングで勝つこともできましたし、やるべきこと、この構成でやらなければいけないことをしっかり発揮できましたね。これも相当強引でしたけど、もう一回当たりに行くのも良かったと思いますね。これマッチワンですけど、相当な快挙ですからね、あのエースゲームに対して一本取れたというのは。で、ここでもまずクリエーションを半分削って、なおかつ下がるしかないエースゲーミングをブーツインからのエコーガントレット。ここよく防ぎましたけどね。うまく、まあ、タイミング的にはもう直当てだったんですけど、うまく防ぎはしたんですが。いい位置から、後ろからダメージもね、しっかり出せていた。出せてはいるんですけど、まあ、ここでタツキ選手にダメージがいって、た分、いやシマーストライクいいですね。シマーストライク、そしてしっかりとアトラスまでかけてますね。ビビクイズのアトラスまで入って完全にボックスをシャットアウトしたような形でしたね。いや最初にね取っておいたリードを最後まで生かしきることに成功ということで、まあ、かなりね大胆なピックで始まったダブルバンでしたが、そのダブルバンが完璧に刺さったという結果なので、本当にこの2週間の研究の成果が出た一勝と言えるでしょうね。テストレルバーン、そしてイドリスピックは非常によく刺さっていた。そして相手にサムエルを取られはしましたが、ダブルメレー構成で飛び込む構成をしたというのも非常によく、まあ、バーンのピックがあんまりデトネーションは良くないとこ時もあったので、しっかりとここは研究をしてきて、いいバーンのピックができたかなと思いますので、これを次の試合も継続できるかどうか、まあ、対してエースもこのようなクリエーション潰しというのは今まで何度も何度もあったんですけど、毎度のことそれをしっかり克服してきて、しっかりと勝ち切るチームなので、まあ、この後どうエースが対応してくるかっていうところも注目ですし、そしてデトネーションとしてももう一試合、今のようないいバーンドピック、そして試合の中での動きというのを発揮できるかどうかというのね、楽しみみたいですね。いやー今回のサマーシーズンの絶対王者であったエースゲーミングがね、まさかの圧倒的敗北を、まあ、1試合目でやられてしまったわけですからね。まあ、構成的にそうですね、押されてしまうとああいう結果になるので、結果的にはそうですね、圧敗と言ってもいいような試合内容だったので、ただですね、デトネーションゲーミング、ここを心配なのは、今回はレッドサイドということになります。イドレスもしくはケストレルはほぼ確実に取れると言ってもいい環境になっておりますので、まあ、このレッドサイドでも勝ち切らないと完全勝利とは言えませんよね。そうですね、まあ、やっぱり 2-0 で勝つことというのは、まあ、もちろん 2-1 でもいいですけど、まず勝つことが大事だと思うので、1本を先に取ってるチームとしては、もうすっぱりここで、ね、2-0 で決めておきたいというのが、まあ、率直な思いだと思いますし、やっぱり2本目を1-1に戻した側の方がかなり勢いをしっかりとつけて3試合目に臨むことができるのが BO3 の特徴なので、先に1本取ったデトネーションとしてはこの2本目しっかり取り切って、もう勝ち切りたいと思っているでしょうから、次の試合のバウンドピックも、そして試合内の動きもね注目してみたいですね。レッドサイド側のダブルバンの研究というものがデトネーションゲーミングできていれば、
ここはね、完璧にエースゲーミングを叩きのめす最大のチャンスと言えるでしょうからね。ついにね、このエースゲーミングが初めてこの舞台で敗れることになるかどうかという世紀の一戦になりそうですね。ただやはりね、対応力の高さが本当にエースの今の強さの一つだとは思うので、まあ彼らはバーンドピックこの短い休憩というか、まあ間の時間でもまた考えて練り直して対応してくるでしょうから。まあ、1勝取っているチームは他にもいますからね、まだ。そうですね、ロックスも1勝1本取ってるし、ワッツアップブローも1本取ったことはありますけど、やっぱりそこから完璧に対応されて、叩きのめされてしまっているので、まあ、デトネーションもその同じような流れにならないように、ここでは相手が対応してきた自分たちが思ってないようなバーンドピックが出てくるかもしれないので、そこにもしっかり対応できるように、まあ、頭柔らかくして、置かないといけないかなと思いますね。まあやはり注目すべき点はこのイドリスというヒーローをどう考えているかですね。ケストレル、そしてイドリスですね、やはり注目点は。もう下手したらそのブレースを開けてまでバンする可能性だってあり得るので、まあ可能性としてはありますが、ちょっとそこが難しいところですよね。確かにイドリスは使わせたくないんですけど、まあ、かなり強いヒーローだというのはね、やはり1試合目でもね分かったので、もしかしたらねイドリスというヒーローに対してバンをする必要があるという結論を考えているかもしれないので、そういったところもね楽しみに見ていきたいですね。ただエースはファーストバンにグレースを持ってくることが多いので、グレースバンされてケストレルかイドリスどっちかをデトネーションがバンして空いた方を取るっていうような形をエースとしては狙ってくるかなとは思うので、デトネーションとしてはそこまではある程度織り込み済みにして考えないとちょっといけないかなと思いますね。まあ、最初でね強力なヒーローをピックできる権利があるのはブルーサイドですからね。強力なクリエーションというプレイヤーがいる以上、このブルーサイドが非常に光っていると。エースゲーミングはやっぱりエースの強みは一つはやっぱりブルーサイド側の強さだと思いますね。比較的レッドサイド側の方が勝率も高いように感じますし、レッドサイドの方が有利なんじゃないかっていうのは言われている。このダブルバーンのシステム的にブルーサイドが勝てるっていうのは本当に強みだと思うので、エースのバーンドピックちょっと楽しみに見たいですね。さあお待たせいたしました、ファーストマッチ2試合目、エースゲーミング VS デトネーションゲーミング、ブルーサイドエースゲーミングですが、グレースですね。いつも通りのグレースバーンですね。ここはではイドリスバンになりそうな可能性が高いんですけども、いやただケストレルバンの方がいいんじゃないかと僕は思いますね。イドリスを取らせるよりもケストレルの方がまずいんじゃないかなと思いますが、なるほど。だイドリス確かに強いんですけど、それ以上にケストレルを使った時のクリエーションの方が僕はどうしようもない気が見ていてするので、はいはいはい、さすがにケストレルバンじゃないかなと思いますけど、おっとこれは両方開ける選択、キャサリンバンですね。となるとエースはどうしますかね。イドリスを取るかケストレルを取るかだと思いますけど、確かにこれエースゲームがどちらだったらもう確実に勝てるのかというのが分かる一手になりそうですね。そうですね、もう相手に選択を委ねた形になりますね、デトネーションとしては。おお、さあ選んだのはイドリス、ケストレルではないですか。となるとかなり自信があるようですね。そうなるとデトネーションがバーンしたキャサリンは非常に刺さりましたね。これケストレルを取られた時にちょっとケストレルに対してキャサリンが非常に強いっていうのを逆手に取られるかなとちょっと思いましたけど、相手がイドリス取ってくるならば、まあ、ケストレル取っても強いと思いますが、先にライラですか。先にライラ、キャプテンバーンをかなり中心にしているので、これランスバーンしますかね、もしかすると、もしくはアーダンバーンしますかね。今回はもしかしたらそういった方向性狙ってきている可能性もありますね。デトネーションとしてはアーダンバーンですね。いやー、今度の狙いはスコッサですね。キャプテンバーンにしてきましたね。そしてライラ、スコッサ選手このサマーシーズン一番使っていると思われるキャプテンを取っているので、残るのはランスだけですね、エースゲーミング。またしてもランスということになりますね。まあ、ランスか、もしくは頭とあまり使われてない他のキャプテンヒーローを使うしかないっていう形になってきてるので。グレーブ、アダージュなどですかね。さあ、ここはケストレルバン。となると、サムエルかボックスですかね。そうですね。まあ、ボックスでもいいですし、サムエル取らせたくないのであればサムエルですが、サムエル。ボックスを取った方が、形的にはすごい綺麗と言いますか。綺麗だとは思いますが、サムエル・イドリスの強力な2体を並べられるというのを考えるとサムエルピックかなというところで、どちらを選択しても、まあ、いい点と悪い点はありますかね。ボックスの良い点は安定をする分、そしてジャングルのカウンターが取れる分サムエルを取られる可能性があるということなので、まあ、今回ボックスをピックということはサムエル明け渡してでもカウンターを取れば勝てる。そうです、これピックの全貌を完全にもう分かって最後のジャングラーのヒーローも考えていないとちょっとできないピックですよね。まあ、ある程度読めてないとダメなので、サムエル取ってくる予測ですかね、デトネーションとしては。サムエルランスと思ってるんじゃないでしょうか。まあ、そうですね、サムエルランスが一番綺麗な形なので、そこを予測してどうしますかね。いやー、ここエースゲーミングをダブル命令ですか。
あれですね、サムエル取れるもんな取ってみろって感じですね、エースとしては。こっちはダブルメレーどころかトリプルメレーなので。完全に誘い乗りませんね、デトネーションゲーミングの。サムエルピックが一番安定だけど、そうじゃなくてブラックウェザーを先に取っておくことで、相手がダブルレンジでも対応できるし、遠距離同士の戦いでもチャクラムとオンポイントでダメージを与えることができるので、デトネーションとしてはちょっとこれはしてやられましたかね。思ってたピックとは違いますが、ここはライムダブルメレーに対してはライムという選択ですか。ダブルメレーには強いです、ライム非常に強力ですけれども、今回はチャクラムとオンポイントという遠距離攻撃がある2体なので、まあ前回のそのキャプテンコシカがいた試合とはキャプテンコシカがいたヌルゲーミング戦とは全然違うんですよね。ちょっと話が変わってきますよね。確かにトリプルメレーではあるし、どのキャラクターにもライムは刺さるんですけど、んチャクラムとオンポイントで引いて引いてライムを遠ざけて、ライムを遠ざけてされると、ただただライムは遠くからダメージを食らって逃げるしかないって形になってしまいかねないので、そこをどううまく近づいてライムの、強み力っていうのを発揮できるかっていうのが、デトネーションとしては本当にもう全てになりそうですね。まあ攻めてくる構成だっていうのが分かってるので、この仲間を守る、まあ、かなり強力なタンクのライムということなんでしょうけれども、まあね、相手はボックスを狙ってくるだろうから前に出てくるので、ライムはボックスの近くにいれば相手が勝手にライムの近くに来てくれるっていうのが一つ狙いだとは思うんですけど、もしエースがボックスに飛び込まずにライムから処理するような形を取られてしまうと相当きついかなとは思うので、ちょっと両チームの集団戦注目してみたいですね。さあお待たせしました、エースゲーミング VS デトネーションゲーミング試合スタートです。ブルーサイドがエースゲーミング、さあ勝率は変わらず53対47。いやまたまた面白いピックになりましたけど、デトネーションゲーミング、まあ、よく考えましたね、ピックに対して。まあよく対応したと思います。自分たちはサムエル取られて、まあ、タカとかブラックエザーとか取る予定だったかなと思うので、サムエルイドリスに対しての研究がやはりよくできているからこその結果なんでしょうね。サムエルオープンだったんだと思うんですけど、うん、結果的にはサムエルオープンの意味があまりない。いやエースゲーミングをしっかりその意図は読めていましたね。あとさあ一人でファームしてるってここの紋章で連続スキルで切るが、うん、角度が見えてなかったか、見えてなかったみたいですね。見えてるかなと思いましたけど、ギリギリこの視界的にタイミングはすごい良かったですよね。エルダーをやってるって読みだったと思いますね、場所的に、投げた場所的に。なるほど。したらエルダーじゃなくて手前をやってたというような形になってしまったので、これでタツキ選手はレベル2ができなくなりましたね。一回戻ってもう一周狩る形、もしくはエルダーに行く形ですね。従来のベイングロリエイトではちょっと考えづらいぐらい両構成上ではあまり強くない構成ですけれども、まあ、EA サーバーではほとんどない構成ですね。結構、まあ、EU の選手はメレが好きで得意な選手が多いのでこういう構成は時々ありますけど、はいはいはい、なかなか EA サーバーのベイングロリエイトでは見られないですね。さあ狙いはビビクイズのようだ、一気に囲っているタスキン者しっかりブーツを使って裏からもクリエーション。しかしタサに対して大きなダメージが入っている。さあここで一気にブーツまで使っている。さあここファーストブラッド、そしてビビロイヤル合流。さあエルダートレントも来ているが、さあビビロイヤルソニックズーム届いている。さあここは一つで壁抜け、うまい。さあしかしクリエーションはここが待ち構えている。反響でこれは落としきれない、届かな い, 届かない、ギリギリ届かない、あ届かない位置にクリエーションが待ってる。そうですね、ちょっと前に出ましたね、ちょっと前で耐えましたね。これはうまい、いや押されながらもしっかり耐えるエースゲーミング。イルが取れずですか、タサのファーストブラッド、まあファーストブラッドとイルダーが取れたので、エルダー相手のジャングルも奪ってるので結果的にかなり美味しいんですけど、まあ千載一遇のチャンスを、いやダブルキルというか2キルゲットとできるシーンだっただけに、これ相手のうまさを褒めるしかないですね。ランス壁抜けうまかったですね、完璧なタイミング、ギリギリ届かず。いやーやはりメレーに対してのライムの強さっていうのは分かりましたね。全く削れなかったですね、ライムがずーっと強化体力がつき続けているような状況で全然ダメージ食らっていなかったので、スタック系のヒーローであるブラックフェザーでもちょっと足りなかったですかね。まあウェポンブラックフェザーではないのでスタックためづらいですかね、ジャックんですけど、まあ、通常攻撃があまりダメージ出ないですからね、まあ、そして速くもないのでアタックスピードが速いわけでもないので、スタックためのやっぱりウェポンに比べるとためづらいというのもあり、まあ、ブラックエーザーがやっぱり一番の天敵ですかね、この構成の中だと防御無視ダメージが入るので。さあここは一人で果敢に立ち
立ち向かうタスキン車。いや、ダメだ。さあ、タスさんに対してかなりのダメージ。さあ、序盤から荒らしていくこのライム。さあ、壁抜け失敗。しかし、壁先に置いている。さあ、ここはブースを使って。まだ、どうだ、釘付けできるか、足でも決まっている。さあ、ここは少し差を落としていく。さらにジャングルを攻める。かなり果敢、アグレッシブなライム。いや、ライムはこれでいいと思いますね。もうガンガン入りに行って、相手の邪魔をして、相手のみんな奪わないと。いや、これは相手のジャングルがメレーだからこそできると。下では、クリエーションがスチールを狙っていたが、ビビられ、ここは。見つけたぞ。見つけたが、ちょっとこれでは分が悪いと思って諦めましたか。諦めたか、ブリンクしてあまりに早すぎて気づかなかったかですかね。さあ、そうですね。その通り道で、こっちをミニマップで見ていたということも考えられます。さあ、今度はタサを3人で包囲して、これは倒せそうですね。倒せそうですね。オンポイント入っていますが、おっと、素晴らしいフェンダーの。うまいぞ。これは逃げるか。逃げれそうな。あと、ただ、セントリーが来てしまったので。いや、これは完全に、発砲塞がり。そして、スコッサが、地味に、これはトレント取ってますね。クリエーションに、譲る、押されながらも、あがいていくエースゲーミング。こういうちっちゃいちっちゃいミニオンですけれども、取っていくことによって、少しずつ相手との差は縮まるので、さあ、いやらしい動きだとは思いますが、かなりお金差は開きましたね。デトネーションやはり一連の動きでキルト、そしてミニオンをかなり取っているので、相当お金的には美味しいですね。さあ、4分半が経過していますが、さあ、もうすでに 1.5K のお金差をつけることに成功。デトネーションゲーミング。さあ、かなりね、リードで始まった4分間でしたが。リードでしたね。ずっとリード取り続けたような4分間の最初のジャングル枠までですけど。さあ、タスキニシャが一応前。ブートを使って、しかし外車の壁でフォロー。すごく攻撃的ですね、このライム。アグレッシブなタツキ。さらに速度バフのライラがいますので、かなりライムとの相性は抜群。もう肉包んでますからね。もうスプリントブーツ1個開けてるので。スピード重視ですね。かなり移動速度を重視してますよね。でブーツのアクティブというのをかなり考えてますね。やっぱり距離を詰めないとライムは弱いので、あと距離を詰めるためのブーツ先がいいですね。さあ、一つガイシャがもらっているビビロイヤルですが、これは合わせられない。相手のジャングラーは空いていないので奪えないが、ビビロイヤルは空いたことに気づいています。さあ、しかしエースゲーミングも来ている。うん、ちょっとあのミニオンは奪えなそうですね。ショップ横だけで済むか。ライムは何人に行けますかね。初手イーブンオーベストから行きますかね。これはタンクとしての役割を重視しますかね。ですかね。バッテリーを上げたので、フロストバーンで捕まえやすさを、まあ、よりアップさせてもいいですし。もしくはダメージを上げるならば高いですけど、ブロックミス初手に進むという選手もいるので、かなりライムの初手は選択肢が広いんですけど、今回はイーブオブハーベスト、フロストバーン、もしくはブロックミスですかね。そうですね。タツキがどのビルドパスから行くかというところも見ていきたい。さあ、おっと素晴らしい。帝国の紋章の速度ブーストでしっかり対応している。さあ、奇襲に対してもしっかり対応できています。そしてレベル8になるとまた射程が伸びるので、このライム、さあ、クリエーションチャクラムダメージもかなりでかくなっていますからね。気をつけてください。オンポイントも十分出ています。さあ、ここを押せるかどうかですね。ライムの冬の戦闘をうまく使えると。ライムの真骨頂が問われる場面。さあ、果敢に攻める。さあ、ここはオンポイント。うまく取りましたね。しっかり多差、やられっぱなしではありません。ここはうまく耐えていると言ってもいいでしょう、エースゲーミング。で、イーボーバーベスが行きますね、タツキ。これでタンクとして回復をして、長く戦線を維持するということを重視してますね。さあ、タレットに、それでもエースゲーミングも少しずつダメージを与えていく。やっぱりタレットに圧力をかけやすいのは若干エースゲーミング側ですかね。スキルが長いスキルが2つあるので。そうですね、遠距離スキルが多いのはエースゲーミングですね。あんまりボックスも射程は長くないですし、ライムも、まあ、エースキルしかないので。さあ、一つうまく避けている。さあ、7分半が経過。ここでタツキ合流して、インフュージョンはまだ使っていないが、さあ、ここは先にプッシュを選んでいく。バルキリーインイニシエートも考えられるが、サインフュージョンレディから。バルキリーインは非常に強力ですからね。ダメージ、そしてスターン、もしくは強スローがかかるので。さあ、十分なダメージを与えている。いいダメージですね。レベル8が。さあ、ここでタサ合流するが。これ、オーバードライブした冬の戦闘は非常に強力ですね。いや、いいダメージ入っている。ダメージ高い。インフュージョンの力強力です。さあ、これタレット折れますか。折れますね。素晴らしい圧力のかけ方。さあ、先にファースタルト追っていく。しかもバルキリーでイニシエート。バルキリー、イニシエートしましたが、クリエーションもここはしっかり見ていました。
いや、ライムの A スキルがいやらしすぎて前に出れないですね。なかなかライムの研究しているチーム少ないと思いますが、かなりの連動を誇っています、達人さん。対応するエースゲーミングは私もかなり対応しづらいかなと思うので、今回は全員がメレーという状況でライムに対応していかないといけませんからね。相当やりづらいでしょうね。さあ、金鉱山をやっていますが、エースゲーミング3人合流している。まだ触る、達人。さあ、これは足を回っているが、さあ、オンポイント回ってしまう。さあ、バルキリーのない状態。さあ、一気に仕掛けられた。さあ、ここは落とされてしまう。タスキン社なんとか頑張って耐えてる。いや、かなり回復している。さあ、少しだけでも落としていきたいが、窓の扉で相手をうまく潰している。さあ、これ帝国のモンスターも入ってる。なんという粘り。まだ生きている、タスキン。しかし、ここはさすがに分が悪いが、最後の冬の戦闘で、クリスタルセントリーで落とすことに成功したが、エースにはギリギリなっている。結果的には 3-1 交換ということで、エースゲーミングのエース。いや、よく耐えましたけど、エースゲーミングもうまかったですね。冬の戦闘をかわしながら、かわしながら、ダメージを出していたので、あっとおっと、アンチフェイズ。ちょっとタイミング早かったか。さあ、ここで飛び込んでいる。これビビロやる、苦しい。さあ、一つもらってしまう。さあ、ここはうまく逆カウンターをもらってしまう。順番に倒されて、そして金鉱山も耐えてしまいましたね。さあ、エースゲーミング、ここはやられっぱなしはないと、かなり意地を見せて、大量ゴールドボーナスを獲得。お金差は一気に近づきましたね。タレット差があるにもかかわらず、お金差が、1K 差ないくらいなので、タレット折れるとだいぶ近づきそうですね。まずいですね、これは。だいぶお金差が近づいてしまいましたね。エースゲーミングって、まあ、先ほどの試合同様ね、やはりここで逆転でズルズル負けてしまうというパターンもありますから、一番警戒しないといけない時間帯になってきそうですね。やはりライムは強くて耐えられますけど、ボックスが耐えるのが大変だなというような集団戦でしたね。さあ、ここは強制的にタレットダイブ。さあ、ファーストタレットを折り返していく。強引ですけど折りに。で、これでお金さも逆転ですね。オンポイントでしっかり、タツキに対して警戒できている。冬の戦闘だいぶね、当てやすくなっていると思うので、ガンガン打ってガンガン相手に圧力をかけていきたいんですけど。弾速速くなってますからね。だいぶ当てやすくなりますからね。全然レベル8でオーバードライブしたのとしてないので、スキルの当てやすさが全く違うので、まずはこれで相手を退ける、もしくはダメージを与えて、どんどん押し込むっていうのがデトネーションとしては強みかなと。ただやっぱりブラックエイザーもレベル8を超えるとオンポイントが非常に強力なので、うまくこれをかわしながら出ないとちょっときついかなと。さあ、まもなく11分ですが、さあ互角の状況になってしまった。金田変わらずですね。後半強いのはどちらの構成になりそうですかね。いや、若干ライムが強いですかね。後半は難しいですけど、ブラックエイザーも後半伸びるので。さあ、狙いはビークイズだが、そしてこれクリエーションも4武器を目指してますね。一つもらってしまっているが、外車の壁は防ぐような形。これイドリスも4武器となると後半もちょっとお互いに強いかなと思います。考えてますね。当たり方次第、対極的な後半のことも意識したようなビルドパスになっている。お互いスキルショットの当て合い、メレーでのスキルショットの当て合い、いいダメージですね。メレーでポグガステが見えるとは思いませんでしたが、かなりライムのスキルが、いや、とんでもない。ずっと打ち続ける。さあ、今度はビビロイヤル捕まえることに成功したが、しかしトラップがしっかりかかっている。さあ、ブーツで追いかけますが、再生の準備先に使っていく。うまく避けている。さあ、ここはクリエーション。いや、しかし島ストライクで下がるが、いや、しかしここはライダの数乗。さあ、オンポイントに対してもいいダメージが入っているんですが、さあ、これ以上追いつけません。エナジーがない。いや、いいダメージ。タツキはちょっとスキルが打ってない。かなり苦しいですね。さあ、オンポイントダメージかなりぶっ刺さっている。さあ、ここはフェイントアウト、バロン革命。しかし、うまく下がれているタサ。もう一回ウルトありますよ、これタサ。いやー、とんでもないダメージ。さあ、反射ブロック。足止め決まっているが、落とされてしまう。これ落としきれないと、ちょっと苦しい状態だが、なんとか倒し返していくことに成功。ただ、クリエーション湧いているので、これ下がらざるを得ないですね。これじゃ無理ができない。しかも、スコッサー、これ圧力かけに行けますか。いやー、いいですね。厄介すぎる。で、ここのもう一つ使っていくが、当たってる。足止め回っている。いや、網のダメージ大きい。コンバットロール通常落とされる。さあ、クリスタルセントリーが来ますが、ここでクリエーション来ている。さあ、結果的には、まあ、長い集団戦ではありましたが、2-2 という形。しかし、ここで金鉱山が取れるのであれば、得をしたのはエースゲーミング。そうですね。これはエースゲーミングが得になりそうですね。一連の集団戦。大量のゴールドボーナスを獲得していったのはエースゲーミング。お金差はないですけど、まあ、若
干デトネーションかかってるくらいでほとんどないですけど、これはエースとしては相当おいしい一連の動きになりましたね。これは面白い試合になりそうですね。かなりライムに対する対応もうまいので、1回目というか序盤4分くらいまでは完全にもうやられてしまってたんですけど、そこからだいぶ対応してきているので、ちょっとエースとしても対応はこのままうまくいくようだと、もうライムが何もできないような形も見えてきますね。やはりボックスをしっかり狙ってきていますよね。そしてライムからは逃げる、ライムから距離を取りつつボックスを殴るってことが非常にうまくやれているので、機動力の差というものをしっかり生かしているような集団戦の形を作っています。そうですね、このジャングルキャリー2人とも機動力非常に高いですから、これ完全に生かしてますね。さあオンポイントは不発だが、タツキが前でフロントラインを張るような形でフォークですね。これでブロックミスを貯めることもできるので、非常にいい動きになっていると思います。さあ14分が経過しているが、冬の戦闘もいいダメージが入っています。いやー、しっかり予測打ちがうまくいってますね。かなりお互い見えづらい場所からのねスキルショットの当て合いですが、爆発ダメージが当たらないのはちょっとしょうがないかなと思います。さつき前まだ出ている、ここは取れず。さあ間もなく15分、クラーケンも湧くタイミングです。今のところは全てが合格といったところでしょうか。お金差、キル数、オブジェクト差といったところもほとんどが同じです。さあお互い特にリードもないままにクラーケンを迎えることになります。ここからですね、次もクラーケンが湧くと1回集団戦で一気にエンデッドまでっていう形もありえなくはないので、慎重に当たっていかなきゃいけないかなと。さあクラーケンが目覚めました。かなり視界はね取れています、エースゲーミング。さあインフュージョンもレディしている、ここでインフュージョン差はないような形。さあどう当たりますかね。さあ15分が経過しておりますが、さあお互い見合っている窓の扉インから、さあしかししっかり対応しているが、外車の壁は苦しみで防いだような形になっているが、さあしかしお互いキャプテンが溶かし合いのような形になっている。いやそして引かれてしまうとこれがきつい、ブラックフェザーがきつい。さあ引かれてしまうとブラックフェザーが非常に強力。おっとルーツイン裏から、しかしここでインしているバルキリーはうまくクリアション、ここはうまいが、さあビビドヤはかなり不利な状態。さあここは1キロ、しかしてタツキなんという粘り、イーブオブハーベストもかなり効いている。さあここはキャリアを2人落とすことに成功、セカンドタレットもこれは折れるでしょう。ちょっとエースとしては予測していた以上にライムが硬かったですね。ライムから処理してビビロイヤルに飛び込むって予定だったと思うんですけど、全然タツキが落ちる気配がなかった。そしてもうビビロイヤルがドクリでしたね。まあ確かにそのスキルを避ければそのシールドつかないので、それはかなりいい戦略なんですけど、うまくよくつかんですけども、それでも粘りましたね。避けてはいたんですけど、冬の戦闘にやっぱり地味に当たっていたのと複数人で当たっていたので、強化体力が思ったよりもついていましたし、あとイボバフハーベストの回復もあったので、バルキリーを避けるのはうまかったんですけどって感じですかね。それ以外のスキルにやっぱり当たってしまうと、コンスタントにこの冬の戦闘クールダウンが、まあ、2秒ですから2秒に1回で、まあ、爆発ダメージが入らなかったとしても、あっと、ただこれは。さあ、かなり迅速な動きです。いい動きですね。クラーケン、さあ、これはかなり波乱な展開になりそうだが、どうする？次飛び込んできたら、ビビロイヤルから狙うぞと。さあ、ただかなりダメージを負っているが。いや、狙ってますよ。クラーケンを譲り、さあ、チャクラム、いいダメージ入っている。見えてますからね。シラウドステップは打てない。さあ、ここは殴り続ける、タツキ、オンポイントかなりのダメージ。いや、これちょっと、両チームともに、これ取りたいわけではなく触ってるので。さあ、窓扉インから、頭の健康しっかり入っている。さあしかしここ飛び込めるか、かなりダメージを待ってしまっているが、さあバルキリーはかなり当たっている。しかしこれはどうだ、2人しっかりキャリー、2人がダメージを出し切っている。しかしマスライクで落とすことに成功。このイドリスタイライムかなり苦しいぞ。いやうまい、うまく避けた。クリエーションがうまいが、さあチャクラムです。ダンスコンバットドローから、いやーここがシュラウドステップ。さあここ結果的に 3-1 エースを取ったのはエースゲーミングということになります。いや非常にデトネーションとしてはいい形には見えたんですけど、キャプテンが解けるのが早かったですね。キャプテンが解けるのがあまりに早すぎて、ちょっと守ることというのができずに、そしてビビロイヤルも一瞬で溶かされてしまいましたね。間に合わなかったですね、外車の壁。ここもしっかりと冬の戦闘を避けつつ、そして前にビビロイヤルが出たところをしっかりとクリエーションがとがめたので、ちょっとこの2対1はさすがにきつかったですよね。そしてこの冬の戦闘を見てからの
いやー、やっぱり島ストライクで距離取れたのでかいですね、ライムに対して。そうですね。いやー、シュラウドステップ、島ストライク2つ、やはりブリンクがある、この機動力の高いイドリス、バーサスライムの 1on1 というのは、ちょっと分が悪いので、そうなる前に、まあ、ボックスを使ってダメージを出しておきたかったんですけど、やはり4武器ということもあって、イドリスの火力が高いですね。さあ、ファーストクラーケンを解放したエースゲーミング。ここでどれだけリードを取れるか。さあ、うまく一つは避けていくが、やはり折るのは早い。さあ、セカンドタルトを一瞬で折っていく。で、こうなるとチャックラムトンポイントの的になるので。さあ、ビビロヤかなりダメージを負ってしまっているが、抵抗の面白い、ここが回復。当たってる。うまく避けていくお互い。さあ、ここで一つ。外視は決まっているが、さあ、どうだ、バロン革命、壁抜け。さあ、ここはうまく下がっていくが、たさ、いや、耐えている。帝国の紋章のバースト、さあ、逆にクリエーション、カウンターで落としていくことができるか。さあ、ここは、しまさ、味方。味方にしまストライク。さあ、それによってサルタルト降り、さあ、少しさだけで済むか。そしてサルタルト折った状態で、クラーケンはまだまだ潤沢な状態。いや、これは、たさは、これ以上追うと逆にカウンターが、ありますからね、狙ってましたね。ブロックミスも9しっかり溜まっていたのでダメージも大きい。いや、スコッサの1球のみでタレット2本、そしてサルタレット、いや、オースタレットに対してもこれだけ削れれば十分ですね。半分以上削れましたね。これ相当大きいと思いますね。エースゲーミングとしては何より集団戦に勝てるということが分かってきたというのが一番大きいですよね、うん、しっかりとライムから距離を避けつつ避けつつ飛び込めるタイミングでボックスに飛び込むことができれば集団戦勝てるというのが今の何回かの集団戦で、まあ、証明されたの で、 そうです、ね、今の間合いができるのであればしっかりボックスを捕まえることができる。ホームがなければねやられてしまっていましたからね。かなりそのボックスに目がいかないでまずタツキ選手を見るんですけど、その後ボックスのビビロイヤルが、あ、俺は見られてないから前出れるぞと思って前に出た瞬間にフォーカスを変えてしっかりボックスに飛び込んでくるので、これをされると相当ボックスとしてはきついですし、あのフォーカスチェンジがうまいエースゲーミングの動きは相当秀逸ですよね。なのでそう簡単にボックスがガンガン前に出ると逆に的になるので、かなり立ち位置は難しそうだなと思いますね。さあ20分30秒が経過しています。かなり互角の状況ですが、タレット差でリードを取りましたエースゲーミング。次のクラーケンでエンドイットは悠々といけそうな圏内です。で火力も4武器なのでイドリスの火力はかなり高い。さあ窓の扉いいんだが、アトラスの結構入っていますがちょっと合わせられない。ガイシアでちょっとどうしようもなかったですね。ガイシアオンポイントでしっかりダメージを待ってしまっている。さあクリエーションコードで逆カウンター。さあガイシアが決まっている。シマストライク。さあここは狙っているのはやはりビビロイヤル。さあ残ったタスキン車がうまく耐えていきたいんですが、さあ冬の戦闘もいいダメージ入っているが、さすがに分が悪い。さあここは押される。さあこれビビクリスがやられてしまうとエンドイットが見える。さあここは 3-0 のエースを獲得しましたエースゲーミング。やはりただではやられない。いや途中までは非常にライムに対しての対応というのがうまくいってなかったんですけど、しっかり長寿で合わせてきましたね最後。いやーそうですね、ボックスに対する適切な間合いというものをしっかり見抜いてましたねエースゲーミング。ボックスが浮くまでは我慢して、ボックスが浮いた瞬間に一気に飛び込んでボックスを落とすということは完璧に遂行できていたというのがこの終盤の集団戦勝利の要因ですね。さあ先ほどデトネーションゲーミングにやられたダブルメレー構成でうまく2試合目制したのはエースゲーミングということになります。事態は3試合目にもせこみます。クリエーションのイドリスは脅威ですね。ここもまずは距離を取り、ここも無理はせずに下がるして距離を取ってオンポイントとチャクラムでダメージを出して、この後ですよね、ビブロイヤルがいけると思ってでフォーカスを合わせに前に出た瞬間に一気に反転、ゴードレッドでガイシア、そしてシマーストライク、しっかりこれはフィニッシュブローになったということですね。相手のボックスが浮くまでは待って、そして、まあ、ボックスとしてはやっぱり射程があまり長くないのである程度無理をして前に出なければいけないタイミングというのを完璧に見抜いて前に出る、非常に素晴らしい集団戦のフォーカス、そして動き方というのが、エースはできてたと思いますね。いやー、ここはね、イドリスのうまさというものもね、すごい光った。まあ、最後、やはりスコッサのね、外資の壁もすごい決まっていましたからね。まあ、しっかりとエースは、まあ、イドリス一人で試合をぶち壊したというよりかは、チーム全体でしっかりと集団戦をうまい形で作って、狙うべきボックスを完璧にフォーカスして狙うことができていたので、まあ、あの動きができるとなると、やはりイドリスは取らせちゃいけないかなっていうのをすごく感じる試合でしたね。いやー、
ーかなり熱い試合が続きますね。この3試合目はちょっとまた分かんなくなりそうな予感がありますけど、ケストレルよりイドリスの方がまずいかなっていうのを強く感じるような試合だったと今のは思いますね。さあ今度はブルーサイドデトネーションゲーミング、イドリスを取る権利があるのはデトネーションゲーミングということになりますけれども、どうでしょうね、 S ゲーミング。いや変えてくるかもしれないと思いますね。もしかするとイドリスをバーンしてくるかもしれない、もしくはダブルメレーをやられる前提でエースは戦略を考えてくるとしてくるかもしれないですね。特に先ほどやはり大きなターニングポイントはエースゲーミングの2手目のサムエルだったので、あそこキャプテンなどにちょっとピック変えてくるかなと思いますが、さあかなり熱い試合となった3試合目、ブルーサイドデトネーションゲーミング。さあまずはケストレルバーン、いつもの流れから始まっているエースゲーミング、ここが悩みどころか。いつもだったらグレースですけど、どうしますかね。いやグレース変えず、ここはもうイドリスは取らせてもしょうがないと。となるとデトネーションは私もイドリスだと思うので、ここは取るべきだと思いますけどね。イドリス取らないとなると意味がないので、このケストレルバーンが意味がないので、やはりイドリスですね。さあここはまずはイドリス対するエースゲーミング、ここどう変えてきますかね。いや僕変えるべきは2手目のサムエルだったと思うので、ここはボックスでいいんじゃないかなと思いますが。なるほど、あそこで確定させてしまったことによって、ね、ちょっとタカが暴れやすいピックになってしまったと。あそこでダブルレンジ確定させたっていうのが、やっぱりそのレッドサイド側の最後にカウンターを取れるっていう強みを自分たちから捨ててしまったので、まあ、イドリスタカというダブル命令がもうぶっ刺さってしまって、もうサムエルは相当きつそうだったなっていう集団戦だったので、ボックスは僕は変える必要はないと思うので、むしろバーンされてボックスの可能性がなくなった方がきついと思いますが。さあまず選んだのはグレーブですね。グレーブ先にキャプテンを確保ですか。となると2手目にボックスを狙ってきますかね。相手のダブル命令だったらこれは、まあ、スワップも考えてるかもしれませんね。かもしれないですね。さあここでのバーンはキャプテンゼメライラ。となるとデトネーションはボックスをバーンするか、キャプテンをバーンするか、まあ、サムエルをバンするか。クリエーション潰しなんかがかなりやりやすそうではありますけれども、うん、狙いはレーンのままでいいのかなとは思いますね。そうですね、今回は優先度は別のところに重きを置いているので、ここはデトネーションゲーミング攻めるところではありそうですが、うん、ボックスバンが一番いい気はしますけど、もうグレイブのスタッパーもある程度しょうがないと思って。おっとバーティストだ、バーティスト、ちょっとこれはダブルメリーやりかなと思いますけどですね。ダブル命令をやりたいように見えますね。まあエースとしてはここでジャングルは確定してこないと思うんで、となるとボックスですかね、エースは。ですね、ボックスが一番本当に安定していると言いますか。これボックス取られた時にデトネーションがダブルレンジ見せ、あ、ダブル命令を見せてバティスト取られるのを嫌がってるように見えるんですが、いや、先にブラックイザー、そしてこれもジャングルレーンをスワップできるキャラクターなので、いや、ちょっとまだ、そうですね、わからない構成になってますね。全くロールがわからないですね。グレイブがジャングルやキャリーに行ってもおかしくないですし、ブラックウェザーがキャリーやジャングルに行ってもおかしくないので、最後にキャプテンをピックしてくる可能性もあるし、最後にジャングルやキャリーをピックしてくる可能性もあるので、最終試合でかなり惑わせるピックを選んできましたね。対応力を高くするピックをしてますよね。となるとデトネーションはなかなか確定させづらいですね、ここは。サムエルはちょっと取りづらいですね。ダブルメレーが見えているので、サムエルだとちょっと厳しそうですね。まあ、ランスは、ここはランス、そうですね、アーダンランスもどちらかだと思うので、飛び込んでくる相手を複数枚止めるのはランスの方がやりやすいっていう判断ですかね。さあここのジャングルの決定と言いますかね、ライムはちょっと難しかったので、ライムはあまりいい選択肢ではないかと思います。となると、いや相当むずいですね、ここのピックは。まあ、まだまだエースゲーミングは幅が利きやすいピックの中ですので、何を取っても何かしらのカウンターは用意されてしまうと思うので、最終ピックどのロール取ってもいいのはでかいですが、さあこれはメレーに対してもある程度の対応ができるスカイということで、まあ、後半に持ち込めば強いですね、うん、スカイは。最終ピックはサムエルでも、まあ、ダブルレンジ対決で負けないようにということなんでしょう。これサムエルもでも来そうですね、エースとしては。全然できますからね。サムエル・ブラックウェザーのキャリージャングルでもいけるかなと思うので、まあ、ボックスでも構いませんし、まあ、ボックスでも全然いいですね。むしろスカイに対してボックスというのは僕は結構強いかなと思っているので、ここでアーダンでもね、面白い構成になるということで、かなりね幅効いてますが、選んだのはジャングルセレス。いやもう
レートゲームを見ましたね、これは、今回は。イドリスからの圧力っていうのはある程度どうにか中盤は耐えるか、まあ、ある程度押されてしまっても、終盤になる、もしくはレベル8以降になった時、セレスの強さを活かして、もう勝つってことを完全に考えているので、そしてレーンもブラックウェザーとなると、後半は防具もしっかり詰めて、武器もしっかり詰めると硬く、そしてスタックを貯めてダメージを出して、防御無視ダメージもしっかり貫通させてダメージを出すことができるので、ちょっと中盤か終盤までいい構成をお互い取っているように見えると思います。なので、中盤の動きですね、そのイドリスが強いタイミングと、そしてセレスが強くなってくるタイミングっていうのが、まあ、両チームにとって一番大事になってくるかなと思いますね。まあ、お互いの、まあ、ハードキャリーであるスカイとセレス、それをメレレーンであるブラックフェザーとイドリス、どちらが先に、まあ、落としきれるかというようなね、戦い。これはキャプテンのね、重要度もかなり大きい試合ということで、まあ、最後の最後には本当に、かなり似通った構成で実力差がすごい出やすい試合なのかなと思いますね、うん、そうですね、最後は、まあ、構成としては似てますよね。攻めにも守りにも強いキャプテン、そしてハードキャリー、後半戦に非常に伸びるジャングラー、そしてそれを潰しに行くレーナーっていうような形なので、本当に両チームそれぞれの選手がしっかりと役割を3人が果たせた方が勝利をもぎ取れるかなと思いますね。さあね、みんながみんな、かなり重要な役割を担っている最終戦ということで、さあ見ていきましょう。大変お待たせいたしました。マッチワン3試合目、デトネーションゲーミング VS エースゲーミング試合スタートです。さあブルーサイドがデトネーションゲーミング、レベル1はお互い、まあグレーブがいることでちょっとエースゲーミングの方が攻めやすさはあるかですね。そしてセレス、さあ 2% 上がりましたね。投票もかなり熱くなっているオーディエンスも。さあそしてお互いに真ん中中央集合だが、これフレアが1本しかないぞ。タサがこの30秒で両方試合大きく変えるのか。さあ始まっている。さあ1つ当たっていない。さあお互いスキルショットの当て合い、通常攻撃をしっかり貯めている。おっと、シュリストライクドリー、シュリストライクドリー、フォワードバージョンない。おっと、さあこれは逆にかなり追いやすい。さあ少しに対してかなりダメージが入っている。さああと5秒、5秒殴り続けることが、さあ、ちょっと入っている。アクターまでフォローしているが、少しは前に出てしまった。シュリストライク、あと0秒、飛んだ。どっとここが下手を出している。届かない。届かない。タレットにやられてしまう、タツキ。結果でファーストブラッドは取れましたが、まあ、一時交換。ファーストブラッド分のお金有利ですね、これは。まあ、ジャングラー同士なんで。さあ、クレーションしっかり4ポイント取れている。これは逆襲がきますよ。いや、これはまずいぞ。きついですね、デザインが下がるしかない。しかし、スコッサのアクターはかなりの長距離。オンポイントもらい続けると逃げ切れなくなるぞ。いやー、これずっと当たりますね。ブリンクがないの、一つしかないので、これ3番ミニオンに打つか。さあ、1分半からもう試合が動くか。アクター番、ビビクイズ。あっと、これはラン。さあ、しかし、カウンター一つ、足止め決めて、さあ、先に落とすことに成功。さあ、このキャリージャングラー同士の対決になりますが、タツキはまだレベル1。シュリストライしかない状態、あまり戦力にはならない。さあ、ここはイドリスを落として、さあ、タサを通常攻撃でも落としたいところでありますが、さあ、どうだ、落とせるか。さあ落とすのに成功。取ったが落とされましたね。取ったのはセレスでしたが、さあここはクリエーションしっかりダブルキルという形になりました。結果キル的にはエースが美味しい形になりましたね。4キル対3キル。いやー、2分まで誰もミニオン狩らないというとんでもない試合になりましたね。すごい試合になりましたね。先ほどクリエーションのスピールが初のミニオンキルになった試合でのスタートでしたけど、まあエースが美味しいスタートになってしまいましたね。そうですね、総合的に考えるとちょっとエースの方が。いやー、そしてドラゴンブラッド、アフターバードラゴンブラッドしっかり決めていく。基本にも忠実ですね。やっぱこれが強いんですよね、グレイブキャプテンは。レベル低レベル帯のアフターバーンからのドラゴンブラッドのダンクというか、まあ小規模戦っていうのが本当に強みなので、これを生かされ続けると相当きついと。さあ一つ入っている。さあここはシュリストライクで飛ぶか。フォワードバージいいダメージ入っている。オッサにターゲットは向いているが、外傷が決まっている。タサには気をつけていきたい。アクターバン捕まえていく。いやー、うますぎる。ここはうまいですね。非常にうまい。相手が攻め切ったタイミングをうまく縫って、ここは1キロ獲得していきます。エースゲーミング、セレスが来るということは予測できていたとしても、あれは生き切るしかないので、もうある程度しょうがないと割り切っていくしかないですけど、完璧なカウンターですね。いやー、素晴らしいタイミングでしたね。綺麗すぎますね。もうセレスの目の前にお届けされましたからね。そしてぴったりコアウォーカーでスターン、完璧な CC チェーン。3分からかなり激しい試合展開になりましたけれども、さあ3分16秒、もうすでに3球と5キル、激しい試合です。ここでようやく落ち着くような形になりそうですね。若干落ち着きそうですね。
両ジャングラーがかなりお金を持っている。ただキャリーのエース陣はもうエースバーとしては両キャリージャングラーがしっかりお金稼げてますね。うん、ちょっとまだわからないですが、さつき選手はエルダーを取りました。リコーラできず、アクターバーン、ドラゴンブラッド、コア崩壊をうまくブーツで避けますが、これはもうどうしようもない。さあここは1キル獲得していくのはエースゲーミング。そしてゆっくりファームができますね。エースとしてはこの1キルはお金を単純に稼ぐというのと、しっかりとファームができるということにもつながるので、そうですね、相手のスキルがないというのが、分かりますからね。相手がいないっていうだけでね、ゆっくりとファームができるので、まあ、それをが若干有利にはつながってしまう形ですが、セレスは上に来ましたね。さあ出鼻をくじかれてしまったデトネーションゲーミング、当然 S ゲーミングがこの勢いを止めないでしょうね。さあオンポイント手両陣 S がありますが、丁寧に隙を抜っていく。しかしマガスダメージ、これはどうしてももらってしまう。痛い、非常に痛いダメージ、痛いですが、その中でも丁寧にファームをしていく。オンポイントにも気をつけていきたい。アウターバーン、さあ守護者の契約ギリギリ張っている、届かない、なんとか耐えました。ウィーロイヤル、しかし苦しそうですね。この隙を塗ったアフターバーンが本当にうまいですね。さあ一つ入っている、狙えるか笹尾。さあ笹に飛べている、しかしクリエーションはここはしっかりと見ている、落としきれない。出た月がちょっとどうにもこうにもいかなくなりそうですね。さあしかし守備ストライク湧いたタイミングでカウンター湧いたいか、アクターバーンの反応がいい、待ってましたね、フォワードバラージを。そうですね、バラージから守備ストライクを狙ってくるところをしっかりアクターバーンで落としていきましたね。強いですねやはりエースゲーミング。スタン入れればフォワードバラージも止まりますからね、ダメージというものもなくなるし、しかもキルにもつながるようなキルポテンシャルのあるプレイにもなると、いや完璧にこのスカイの特徴というかやりたいことっていうのを把握されてるような動きですね。素晴らしい CC チェインでここはしっかりと着実にキルを稼いでいますね。これでお金差も 1K 差小さくではありますがついているので、これをどんどん生かしてくるでしょう。特にクリエーションがとんでもないお金を持っているので、これが一気にヘビ仮面と防具になりますね。さあタツキが選んだのは初手イーボーハーベスト、飛び込まれる構成なので、飛び込まれてもスキルを当てて回復すればどうにかなると。うん、 CC チェインで耐え出ればいいのですが、 CC チェインだけはちょっとどうしようもないですね、スキルが打てないので。さあ2番またしても、いやしかしちょっと前目に打っていましたね。さあソーラーストーム入りましたが、なんとか耐えていく。逃げた先を読んだようなコア崩壊でしたけど、守備ストライクでもっと後ろに下がることに成功しましたね。ちょっと怖かったのは守備ストライク飛んでいる最中にスタンで止まるかなとは思いましたけど、なんとか避けてましたね。ただ今のも早いですね、アッターバーンが早い。あれは分かっていても反射ブロックやクルーシブル合わせられるのは相当難しいでしょうね。そうですね、かなり気をつけていかないといけない。タスキの慎重にならざるを得ないですねこれは。さあ7分前の状態、まだパスタレットは折れていませんが、もうすぐ多数8レベルになる、より破裂になっていきますこれからの状況。さあ2番、いやまたもう来た、いやうまく避けていく、手裏ストライクでうまく避ける。さあダメージトレードはいい勝負になってきている、だいぶ反応できるようになってきてますけど、ちょっとコア崩壊が遅いですかね。さあ1つ、いや再生の地面、いや落としきっている、ここはしっかり落としきっている。さあ今度は多数を狙っていくが、コア崩壊うまく巻いている。さあ今度は逆にクイズを落としていきたいところ、しかしこれ以上は無理か。取られてしまいますね。ちょっと一回引くしかないですね、デトネーションは。まあ、1キル取ったので、若干ですけど、お金的な有利は取れてはいるんですが。やられっぱなしでは終わっていない状態ですね。さあ、一つ入っているが、シャウステップは湧いていない。何もできません。レベル6ですよ、このクリエイター。クリエイターかなりスタックを貯められてしまっているが、なんとか生き残る。再生の泉を残しています。安子さん来ています。これは、二つなステイは危険だ。狙ってるでしょうね、あのビビロイヤルを。あ、ビビロイヤル、いやー、シラウドステップしても返されましたかね、これ。さあ、ここは落とすことに成功。ソーラーストームしっかり合わせている。ウルトを打つ位置をもう決めてましたかね、ここと。さあ、タツキ27。やっていきたいが、苦しそうだぞ、これは。ヘリュージェンスを諦めたか。いや、これ無理ですね。ちょっと諦めた方がいいかと。いや、ブーツを使っている。ガイシャン壁でなんとか守る。攻めすぎると危険だが。さあファーストタレットを追って下がることに成功したのはエースゲーミング。有利が一気に伸びますね、エースゲーミングは。8レベセレスしっかり生かしています。一番セレスが強くなってくる始まりであり、レベル8体で言えば最も強いと言ってもいいでしょう、このセレス。
生かされましたね、完璧に。やはりエースゲーミング強いですね。地の力というものがやはりビビたる差ではあるんですが、やはり一枚上手。しっかりとその、まあ、負けた後もリカバリーが早いですし、勝てるところをしっかり勝ち切ってくるので、そう簡単に有利が取れるような相手ではないですね。そして今回も先にタレットおられてしまったので、まだまだエースはここから押してくるでしょうね。このタレット差を生かして。さあ、9分ですが、さあ、まだまだセカンドタレットにも圧力をかけるでしょうね、エースゲーミングは。次は金鉱山も湧いているので、2本目に圧力をかけてもいいし、金鉱山に行ってもいいしと。どちらにも視野がしっかり入っている。ヘリオネス強く当てている。スコッサもタツキをしっかりと睨んでいます。やっと痛い。いやー、やはりヘリオネスによって、イドリス前に出る前にかなり疲弊疲労状態、アクタバン。コア崩壊は焦られないが、しっかり入っている。シマーストライクも入っている。タサに対して、いや、落ちてない。しかし、ここがコンバットロール。しっかり落とすことに成功しましたが、さあ、ビブクーダー落ちるでしょう。さあ、残ったタツキ対クリエーションですが、コンポイントはうまく避ける。スリーストライクでうまく避けていきますが、これはちょっと、エースとしても行きづらいか。しかし、オンポイント当たんないとちょっと勝てないですかね。いや、これ狙ってますね、カウンター。アクタバン狙っています。いや、スリーストライクしても落としきれないか。さあ、ここ、オンポイント避けますね。逆にスコッサを。スローバーはぶつかっている。まだ生きている。シュースタイク届かない。やっと、これは落としきれない。かなり激しいですが、お互い落ちませんでしたね。惜しいシーンではありましたが、ギリギリ届きませんでしたね。結果的には2-1交換ということになりましたね。で、まあ、エースの方が未だにお金差的には有利が取れているという状況ですね。さあ、まだまだ苦しい時間帯。しかし、スカイはやはり後半が強いヒーローというのは間違いありませんからね。間違いないと思います。なので、まだまだ諦めずにしっかりとファームをしてお金を稼げれば、チャンスというのは巡ってくると思います。イドリスも4武器であれば、また役割が変わってきますので、一概に後半弱いヒーローとは言えないかもしれません。4武器にしてくるんじゃないかなと思いますけど、ただ溶かされるデメリットもあるので、ちょっと今回は悩みどころですね。飛び込んで相手を倒す、もちろんセレスが狙いなんですけど、それだけでは勝てないので。さあ、大量のゴールドボーナスを獲得したのはエースゲーミング。ファーストタレットには手が届かないが、チャクラムのダメージ、かなり入っています。さあ、クリエーション。フェイントハートでしっかり近づいている。さあ、お見合い状態が続きます。必死でお互いスキルを避け合っている。うん。アフターバーには気をつけていきたい。やっとセレス。一発エリオジェンスをもらうとやはりこうなってしまう。さあ、これはフォワードバージで回復も兼ねているような形。いや、来たが奥に飛ばしている。ここはうまく耐えましたが。ただセレスが。しかし、セレスがしっかり睨みを効かせている。攻める前にこのダメージ。ブートを使って。さあ、ここはうまく下がるタッチ。ただまだ継続的に来ますね。そうですよね。セカンドタレットに手がかかるでしょう。タザーかなり削れているので、ワンコンボで落とせるといいんですが。タツキを見てます、クリエーション。いやー、そしてビビロイヤルはタザーを睨んでますね。さあ、お互い睨んでいる。外視足一つ。ここはバラン革命で下がる。で、スロボアバブは不発。さあ、ここは耐えましたかね。耐えましたね。そしてトレントをタザー選手としては狩らないと、ちょっとエナジー的には上に上がれないので、一回仕切り直しですね。さあ、この隙間時間を使って、ファーストタレット。少しでも与えていく。会社で時間を稼ぎ。一ついいですね。削る時間はちょっと限界があるか。あまり削れはしませんでした。さあ、ここでタサも合流。さあ、またこれは痛み分け。互角ですね。一回ちょっと仕切り直しですね。さあ、13分が経過しますが、まだまだリードを保っているエースゲーミング。一方、タツキ27にもついにブロックミス完成。この選手はブロックミスではなく先にフロストバーンから行ったので、まだまだミスまでは遠いですが、ダメージ的には、まあ、ミスが溜めれればスカイのが出ますかね、ビルド的には。そうですね。ただミスがなくても、セレスは継続的にダメージを出せば大きなダメージが出るので、まあ、極力やっぱりセレスのヘリオジェネスは避けるっていうのは変わらなさそうですね。シールドが詰めていないので、まあ、衝撃で言えば当然、セレスの方が出ますからね。そうですね。さあ、13分半です。未だにエースは攻めるのをやめません。まだまだ攻め続ける。少しでもこのリードに差が広がってしまうと、
厳しくなるデトネーションゲーミング、まだまだ耐えていきたい。一つはクルシブル、さあ2番ここは崩壊、ここはクルシブルしっかり守っていく。ウルト外車入っているが、ナイス外車、アルティメットしっかり外車で決めていく。さあそして飛ぶサツキ、さあミニオンの盾があるが、それでも少しでもフォワードバージダメージ出していく。チャクランも入っている、チュリストライクで飛ぶ、タサに対して入っている。さあここは1キルを取り返していきます。うん、届かない、いやシュリストライク、フォワードバージ、いやいや、いやすごいダメージ。さあここはさらに飛ぶ、トリプルキルを決めるタツキ。さあここは 3-0 のエースを獲得していくのはデトネーションゲーミング、スカイの強さが少しずつ光り始めてきましたよ。ずーっとミスが溜まり続けていたので、すごいダメージが入りましたね。いやよく耐え切りましたね。これもソーラーストーム止めたのが大きかったですね、ガイシアで。いやそうですね、ここビビクイズがこのクルーシブもそうですし、ソーラーストもそうですね、これスタンで止めたのでセレスのダメージなくなって逃げるしかなくなった。ビビロイヤルとタツキがしっかり前に出やすい状態を作ることに成功しましたね。ここ壁にしっかりとクリス選手がはめているのでダメージが出せず、そしてこのシュリストライク。シュリストライクも入ってましたしね。素晴らしいシュリストライク。タツキに使ってましたよね、シュマストライク。いや、そしてそのダメージを相手に与えると、そしてこの狭いところに追いやってからのフォワードバラージ、さらには、このシュリストライク。いや、飛ぶとこ、もうなんかシュリストライクの球見えてますよね、どこに出るかが。そうですね、完璧に狙ってシュリストライクぴったり当たってるので、いやーこれは3人ともがしっかり働きましたね、デトネーションゲーミング。素晴らしいですね。これによってダツキ選手お金が一気に増えたので、この3キルトリプルキルによって、一気にフロスト逆転ですね。フロストバーンもできましたね。お金差同点まで持ち込み、フロストバーンも完成。これはまだまだわかんなくなってきましたね。やはりスカイが後半相当強いので、そしてこのセレスの弾をかわせるというのが、かなりスカイは強いかなと思うので。非常にいい試合になっていってる。さあ、そしてスコッサから溶かしていく。逃げに悪玉を吐かせます。さあ、デスボーバーはここが復活。ブーストを使って、外車で動きを止めたい。さあ、トラスを入っています。さあ、下下入っている。さあ、ロイヤル合わせて。いやー、素晴らしい。ここを落としていく。さあ、そしてスコッサにクロスバーもかかっている。これは落とせるか。チャクラブを落としている。さあここで2キル、さらにタツキまだ飛ぶ、クリエーションにとんでもないダメージ。さあここタレットダイブ、ビビクイザー落としますが、どうだ、逃げ切れるかクリエーション。いやここは極めて前に出る。さあしかしビビロイヤルしっかりとここはとがめる。3-1のエースを獲得していきましたデトネーションゲーミング。いやーこれはやってくれるか。やっぱりブラッククイザーが相当きつそうですね。ウェポンブラッククイザーはかなりスカイはきついと思うので、ブラックレザーが何もできず、そしてセレスに対してはイドリスがこう睨みを効かせているので、そうですね、メレーがレンジを捕まえるとは言いますが、ちょっとブラックレザーでは使いは難しそうですね。ブリンクが多いこととフォワードバラージが直線的なスキルに対して、ブラックレザー直線的な動きしかできないので、まあ、A スキルもウルトも両方も直線的なブリンクなのでかなりきつそうだなというのを見てて思いますね。ただ4武器イドリスのチャクラムと通常攻撃がハマに似たすぎて前から溶かすことができているので、まあエコーが出来上がるまでは今の感じでいいと思いますね。少し差から溶かして、良きタイミングでセールスに対して一気に前に出るっていうのはかなりいいと思うんですけど、エコーができるとタツキ選手の火力が半減どころでは済まなくなってしまうと思うので、まあうまくそこを耐えたいですね。そうですね、エコーになってしまうとちょっとタツキが捕まりやすくなってしまうのは間違いないですので、そこから溶かされるなんていうことも容易になりかねないので、アフターバーン飛ばされてシュリストライクした瞬間にもう一回アフターバーン飛ばれたらもうスカイは何もできなくなってしまうので、そうですね、本質はやはり柔らかいヒーローというのは、しっかりと、ね、認識として持っておかないといけません。捕まった瞬間終わりと言ってもいいので、絶対にそのグレイブのアフターバーンだけにはどうにかこうにか当たらないように動くということを一番に考えて、エコーグレイブに対しての警戒ができていないとこれは逆転もありえます。エコーが買えるお金ももう近くなっているので、さあテレスもブロックミス完成。ここはお互いのジャングラーが育ち切ったような状態になっています。ただインフュージョン差がありますね、テレスインフュージョンが飲めてないのでエースはここは当たらないんじゃないですかね。さすがにフュージョンあるないしは相当きついので、そしてエコー積みながらですね、エコーを積んでいます。セントリー前ですがあまり前には出ない。サタズキ27もうまくカウンターを狙っていました。さあ11キル同士になりました。完全な互角の試合展開。さあスカイの方が少しレートに強いですが、
セレスも当然負けていない。スキルを当てればセレスも強いので、ただやっぱりこのブリンクスパイの移動スキルの手裏トレークのおかげで、セレスのダメージがあまり入らないので、スカイの方が若干微有利かなとは思うので、たつき選手としてはクリエーションの対処をする、ブラックエザーの対処をしつつセレスに行けるときはセレスに行くっていうのがかなり狙いかなと。なるほど。そしてクロノグラフ、クロックワークですかね。クロックワーク行きですね。さあ少しさを削るような動き、スリットメイクの数たくさん打てた方が強いですよね。さあ CC しっかり入っているが、チャクラもギリギリ当たっている。クリエーションに対してある程度削っている。さあアクタマン捕まえているが、クルシブローまず使ってソーラストームかなりヒットしているが、それでもクリエーションがかなり強いぞ。スカイ非常に強い。しかしクリエーションもついに捕まえることに成功したが、さあしかしイードリスがしっかりとセレスを倒している。さあここで合流するビビロイヤル、さあダブルキルを決めています。イードリス、さあこれは歴史が変わる瞬間が訪れるかもしれませんね。ただまだ油断はしちゃダメですね。折れてないので、クリスタルが割れないとこのゲーム勝利にはならないので、さあ打たれて折ってクラケンですかね。さあしかしおっと狙いはエース、しかしここはうまくスコスタも下がっているが、だっと足りない、うん、足りない。フォワードバラジがちょっとホームの回復量追いつかないですね。クラーケン、いや、いや難しそうですね。いけないですね。クラーケンはちょっとまだ分かんないですね。もう一集団戦あるとなると、ちょっとこれはカウンターも気をつけていかないといけませんね。怖いですね。まだまだまだ怖いですね。一集団戦でこの時間帯になるとデスタイムがかなり長いので、一気に2本折られてクラーケンなんていう形も 3-0 エースなんかだったら容易にできると思うので、次の集団戦がかなり怖いが、さあこのデトネーションゲーミング VS エースゲーミング、かなり白熱した試合展開になっているが、さあ我々に夢を見せてくれるのかデトネーションゲーミング。20分半が経過しております。リードは取っている。ちょっとずつクリエーションの歯車が合いつつあるのもちょっと怖いですね。対応がだん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 上手くなってきているので、足に対してしっかりダメージ入っているが、さあこれは先にスコッサーを大きく飛ばしていく。デスワーブで相手を下がらせる。いやエコー頭で逃げましたね。2個使いましたか。これはこれもエースは逃げるしかないですね。エースゲームが引くしかないので、その間に戦取りなどができます。何かしらの優位が取れますね。2つ使って逃げましたかね今。それぐらい身の危険を感じたと。さあクリスタルセントリーを倒していきます。デトネーションゲーミング、さあエースゲーミングにワンキャッチで終わってしまう構成であるのは間違いないですからね。タツキニシナの存在かなり重要です。スカイが絶対に捕まってはダメですね。面白い位置だ。それだけは絶対、いや当たっていない。さあここはピールするような形。さあ一つ当たっていない。クルシブルを使わせて、さあデスワーブ少しさら狙いは、さあしかしここはアクターバーンで下がります。ただタサがフリーなのはちょっと気になりますよ。タサがフリー、お互いジャングラーのスキルショットの当て合いのようなフェーズ。うん、ここは避け合っています。避け合っている。しかしリードを取っているのはエースゲーミングか。若干デトネーションの方が HP 差がありますね。カウンターも恐ろしいところになってきた。いやーまだ分かりません。白熱している。ここ両チーム慎重にいかないとワンキャッチされた瞬間に集団戦が終わるので、無理な当たりは絶対に避けた方がいいですよね。しっかりとしっかりと練って練って、ここで当たれば勝てるってところまではゆっくりやっていいと思うので、ちょっとこのお見合いの時間というのは長く続きそうかなと思いますね。お互いねワンミスで終わってしまう構成ですから、ここは慎重にならざるを得ないでしょう。クリエーションは全部出来上がりましたね。フルビルド全てが出来上がった形。これで武器も3つ、防具2つ、ブーツもジャーニーブーツまで上げ切ったので、このブーツをうまく使ってタスキ選手は張り付きに行きやすくなったと思うので、若干クリエーションのブラックエザーには注意が必要だと思いますね。装備もかなり揃っているので、火力も出るとかなり危険ですよ。武器に対する防具はあまり詰めていませんからね。あまりというよりももう全くと言っていいでしょうね。イージスに若干アーマーがついてるくらいしかないので、となると、ああただいいとこで狙ってますよイドリスは。タツキはクラーケンベト風ですね。クラーケンベト風をしているタツキ、まあ、見えてないのでベイトにはなってないですけど。さあアクリアで、さあ23分経過している。さあオンポイント入ってるが、一つバラン革命、おっと、避けますね。デスローブアバブ、ここは当たりません。さあ必死で下がる。お互い間合いを確かめ合っている。さあ外車一
一つ捕まえたか。コア崩壊も避けている。ソーラーストーム後ろから入っているが、あんまりいいダメージじゃないですね。やっぱりイーブがスタックが 2か1しか溜まってなかったですかね。イーブがあんまり溜まってないといいダメージにはならないですからね。あのウィルとスカイに対してもやっぱりイージスができている分、ここまで大きなダメージにはなってない。さあ、こういったところでビビタルお金差をつけて、さあ視界などのね有利を取っていきたいですね。まあ、もうこの時間になるとセントリーはお金というよりかはもう視界が美味しいので、相手の視界を潰す、相手の領域をどんどん奪っていくという意味合いでは非常にいい動きですね。さあビビクイズフロストバーン行きましたね。そうですね、クリスタル力を積むと一つの足止めや外車のスタンが長くなるので、さらにはフロストバーン自体にスローが乗るというところで、コンバットロールですごくかかりますね。もうセレスを絶対にもう捕まえるというところで、シバースチールで通常にスロー入れるよりかはフロストバーンを積んでクリスタル力を上げた方が、まあ、ランスにとってはそうですね、まあ、いいですよね。ランスあんまり通常は多く打たないので、そういう意味合いもそうですし、あとクリスタル力とスキルというのが非常に噛み合いがいいのでフロストバーンを選択しましたね。さあ25分、まだクラーケンはお互い一度も取っていない状況です。さあコンバットロールからフロストバーンかかっているが、一つここは体を張ってスコッサが足止めをもらうような形。もう徹底してさあウォードレットを使って必死で下がる。さあビビクイズ外車の壁、いやかなり追い込んでいるような形。スコッサこれ逃げる気がない。さあどうだ、再生の一面吐かしている。シマストライクルフィニッシュ。さあ残った2人も完全に逃げ道がない。さあ差を落としてダブルキル。さあ残ったのはクリエーションですが、どうしようもない。さあここは 3-0 のエースを決めたデトネーションゲーミング、これはエンドイットでしょう。ついに勝つチームが来ましたか。ついに我らが日本デトネーションゲーミング、まさか1周目デイ1マッチ1一番最初で、この2週間相当練ってきたんでしょうね。これはいや非常にいい動きができた、そして非常にいいピックができたと思いますね。一番やっぱりピックが成長を感じましたね。長い長い、我々は1ヶ月待ったこの瞬間といったところでしょうか。さあついにエースゲーミングがこのワンマッチで敗れるという結果になりました。準決勝進出デトネーションゲーミングとなります。おめでとうございます。いやついにもう日本だけじゃなく全世界でエースを倒すチームはどこなのかという期待だったと思いますけど、これもよくよくちょっとこれ無理に足止めを止めに行きすぎたがあまりに逃げるスキルがなくなってしまったのは若干もったいなかったですね。これで少し差が、しかも狭い方に逃げているので逃げ道がなくなり、アフターバーンがなく自分から狙われて落とされて、もうこの狭いところはランス、スカイやりたい放題ですからね。スキルは最後全部打ちましたけど、さすがに3対2ではダメージ勝ちもできないと。いやー、このビビロイヤルがね、相当ヒーローのプールも広がっているような印象を感じますし、かなりね、戦略が広がっていましたよね、従来のデトネーションゲームに比べて。そうですね、やっぱりピックが一番の成長点かなと思いますね。ピックの広さが本当に変わったのと、本当に今まではダブルレンジで決まったヒーローというような形だったのが、今回はメレーも使えば、そしてそうですね、キャリーもメレーを使いますし、相当ねピックに関してかなりうまくコントロールできていたなという印象でしたね。ちょっと明日以降のね、デイ2の準決勝決勝や来週以降というのもねかなり楽しみになる内容だったと思うので、まあ、デトネーションはねまた明日、頑張っていただきたいし、エースはねついにこのサマーで敗れたので、まあ、初めてデイ2がなくてこの土曜日で終わりっていう形で、まさかの初戦敗退ですね。まさかの初戦敗退なので、これは相当ロックス、次の試合を待っているロックスとしてもポイントを一気に伸ばすいいチャンスかなと思うので、まあ、特に3位デトネーションは直接下したこともあって一気にポイントは伸びますし、もう2位以下全チームが一気にポイントを上に伸びるチャンスだと思うので、かなり波乱のスプリット2ウィーク1になりそうだなと思いますね。はい、これはねこの後のマッチ2から4もかなりピック荒れそうな予感がしますので、はい、そういったところも見ながらこの後の試合も楽しみにしていきましょうということで、この後マッチ2が行われるわけでございますが、5分ほどインターバルを挟ませていただきたいと思います。我々は一旦ここで失礼いたします。